皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、淵上咲です。ね、オンライン、春フェスのメールしかありません、はい、あれ500人の方が参加してくださって、まあ、あの一時締め切りみたいな形で300人があっという間に売り切れてしまって、で慌ててその今回のシステムの上限の500人までっていうことで、この500人も結局はあぶれちゃったみたいな、みたいですね、状況で、あの最後ギリギリにやっぱ見ようかなと思った方々が見られなかった、完売しててっていう状況なんですけど、そうか、御前様って500人ぐらいの人しか聞いてないんだっていう感じだったんですね。いや、だからそれ以上の方がね申し込みたいなっていうことだったんですけど、申し込めなかったから、そうかな、メールがほぼオンラインしかないってことは、あ、そうか、その人たちだけがメールを書き続けてるんだっていうことが間違いない。いや、本当にいっぱい来てて、むちゃくちゃありますよすごいですよ、この方、運び屋の龍さんからは、おはようございます。土曜日のオンライン春フェスお疲れ様でした、当日もズームで、見て、アーカイブでもなんと3回見ました、とても楽しかったです。これからもオンラインイベントよろしくお願いします。であったり、この方、無回転観覧車さんからは、土曜日の午前様様春分の日スペシャルオンライン春フェス参加させていただきました、馬様の埋設に始まり、横山さん、淵上さん、中根さん、川村さんのデートコーディネート、皆さんとっても素敵でした、そしてラジオカーのレポーターの皆さんの芸達者ぶりに、ゲストのバチョフさんの生チョフチョフミーに、メビウスのライブ、さらにはサプライズの潜水さんからのコメント、あと忘れちゃいけないのが中根ロボ、盛りだくさんな内容で2時間があっという間で満足度 120% でした、途中回線トラブルなどありましたが、また次回への課題として、これは第2回開催のフラグと前向きに捉えました、それまではアーカイブでまたあの雰囲気を楽しもうと思います。本当にありがとうございました。いや、あの回線のトラブルがありましたけどって言うけど、こっち側ではなくてそちら側ですからねっていう気がちょっとしてるとこもあるんですよ。あ、だから普通に見られてる人は普通に見られてるんですよ。そうですね、そうなの、お家の、回線とかにもなんか影響が、だから状況によって、そのものすごく映像と口がずれていた人っていうのがこの時間ありましたっていう人と、その時期もちゃんと見られてましたっていう人もいるんだよね。そうですね、見る場所とかによってもちょっと違ったかもしれないですね。なので、あのこっち側のトラブルみたいに言いますけど、そちら側じゃないですかってこっちにもちょっと日はあったかもしれないですけど、ね、いや、そちら側の Wi-Fi 関係もちょっと悪かったり、細い、そうですね、 Wi-Fi なんじゃないですか、容量がなかなかね、なかった、まあ、ただね、楽しんでいただけたのは不幸中の Wi-Fi みたいな感じですけどもねそうですね、あとぷくぷくまんまからね、久々に予定のある先週の土曜日の夜でした、果たして自分はきちんと参加できるのか、日中からドキドキしていました、バチョフさん、メビウスさんはもちろんのことですが、ラジオカーの方々の才能に感動しました。そして久々の潜水さん、しんどい生活をもう少し頑張らなきゃと思わせてもらったオンラインイベント、満足度は 120% です。本当にありがとうございましたっていう中根ロボに代わってね、横山ロボ、私がご挨拶させていただきました、そうなのよ、ラジオカーの林のフルートから入ったんですよ、で、まあ、正確にはピアノなんですけど、あのラジオカーの面々がとんでもない特技をみんな持ってるので、なんとか今回のオンラインフェスで皆さんに見ていただきたく、知っていただきたく、実はね、あれだったの、チャリティーミュージックスの時にやるはずだったの。あ、そういうことか。そうなの、だけどコロナとかで全然皆さんに、その会えなかったし、そうでしたね、で披露する場所もなかったので、なんとかならないかなとかって思ってて、でほら、あの殿ヶ内が3月いっぱいみたいな形もあったから、なんとか殿ヶ内の声楽、歌を、あの本格的に習ってたから、そうオペラのような、披露してもらいたいよね、と思ってたりとか、あとはその林が、そのいつもちくわぶえちくわぶえって言うけども、果たしてどのぐらいのものなのか実際に聞いたことはなかったんですよね、
あとは朝子もちょっと自分でギター弾いて歌ったりとかできるし、まあ宮本は何もできなかったですけど。いや、そんなことないですよ。宮本さんもすごかったですからね。宮本が見せたのは、パスタをベロに巻くっていう。しかも巻く間カットしてあったっていうね。そう、私パスタをすごく早くベロに巻けるんです。でチュル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 編集してほらって出すだけで、編集したよねみたいな感じの宮本。手使ったよねみたいな。でそのラジオカーの面々 の、 その才能豊かなところも見ていただきたいなと思ったので、はいはい、一番最初ピアノから、ジャン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 つって、でそのピアノからフルートで、はい、林が出てきますみたいな。そう、千本桜、はい、生演奏、でそのピアノも林が自分で弾いたのを録音して、はい、で自分のピアノをバックに生で今度はフルート吹くみたいなことから、その音楽に乗って俺たちが登場してくるみたいな、はい、雰囲気だったんですけど、あの林のねフルートがね、長かったですね。長かったですないです。待ちきれなかったですね。いや、すごい綺麗な音色でしたよね。想像以上に長かったですね。もうちょっと短いと思って、もうずっとさ、喋り出すムードで待ってたの、いつ終わんのかな、いつ終わんのかなと。長い、イライラすんなこの女みたいな。いや、ですか。いや、でも確かに横山さんの表情とかね、もうずっと撮られてるわけですから、おーみたいな、ちょっとなんかにらめる、にらむみたいなぐらいの。だからマイクのスイッチを俺が入れなきゃいけないのよ、だからいつ入れていいのかなっつって、で終わった瞬間に、オープニングアクトはラジオカー林美也っつって言わなきゃいけないから、もう息継ぎして待ってるんだけど、まだ終わんないからちょっと一回息を出してまた息を吸って、で待ってて、いやまだかみたいな、長えわとかって思いながら。いや本当に、いやでもね、気合を入れて、はい、ドレスもね着てくださって、すごく綺麗な、本当演奏会みたいな感じで、もうおっぱい半分出てますみたいな状況のドレスを着てきて、ね、美しかったですよ。本番さながらのフルート演奏を見せてくださって、ありがたいな、こんなみんな本格的にちゃんといろんなことができるんだと思ったし、しました、ね、あとバチョフの、あの安定のある滑りっぷり、いや本当に、いやそうなんですよ、ね、スタジオでもちょっとクスクスクスっと笑いが漏れて、あの出演者はほとんど笑ってないのにスタッフがもう激烈に笑うの、うわーっつってなんであいつスタッフ受けやんないんだろうと思って。でそのあとはゲストでメビウスが歌ってくれたけど、そのメビウスがね出てる時に多分一番その皆さんが混戦したので、いやそうみたいですね、はい、だから口と映像が合ってなかったりとか、はい、あの中には黒みになったっていう方もいらっしゃったりとかして、一回そのズームの部屋に入ってもらったんだけど、一回退出して入り直してもらったりとか、いろんなことをしていただいて、でね、ただあのそのチケットを買ってくださった方というか、今回参加してくださった方は、はい、アーカイブって言って、3月過ぎて4月いっぱい、はい、だから今から1ヶ月半ぐらいは何回でも見られますっていう権利を得たんです。実はそうなんです。なので、あの500人の方は2000円払っても、これから毎日でも、1日何回でもこのオンライン春フェスが見られるという状況なんです、はい。だからきっとその皆さんはずっとこれから、まあ、今週は特にそうだと思うのよ、淵上が出てくる、はい、中根が出てくる、川村川村って来るから、今週はもうほらオンラインの話ばっかりになるじゃないですか。あいやで来週とかも、あ、やっぱまず1週間経ちましたけど本当面白いですねとみたいな、で再来週とかも、いや2週間経ちましたけど、やっぱね、はい、林さんのフルートは長いですとそんな引きずりますかこっちの話の方が長いですよ3週間持つかな。あと先生さん久々見ました。いやそうです、そうです ね、まさかあんなに太られているとは、太ってない、いや渡辺直美さん的な、いやこらこらこら顎がねすごいシャープになられて、あらいじったかって感じのムードだって、もうあらららら全部いじられましたかみたいな、いやいや綺麗なあの黒髪でね、腹話術的な、もうちょっとあれ置く場所を変えたかなみたいな感じぐらいの潜水さんが出てこられて、いやそ最初分かんなかった潜水さんって、本当ですか、はい、
あでも相変わらず耳たぶがすごく美しいなと思って見てました。耳たぶがね、はい、本当地面まですごかったですよ。いや本当に七福神の誰かだろうなみたいな感じだったんですけど、そんなのもあってほら皆さんがもう何週間経っても、うん、このオンラインハルフェスの話をするかもしれないじゃないですか。あそうですね。でそんな場合ほら他のリスナーの方々って結局500人に振り回されることになるじゃないですか。はいはい。で嫌だろうなって思うので、そんな皆さんのために、吉報がございます。はい。御前様様リスナーの皆さん、なんと先日御前様様オンラインイベントを行いましたけれども、そのアーカイブを皆さんもご覧いただけることとなりました。よっ、おめでとうございます。おめでとうございます。金取ります。さあそうなんですよね。まあね、今お話ししているいろんな場面を見られますよということで、はい、詳しく言いますと、この後正午に RCC ラジオ御前様様のホームページに専用サイトが立ち上がりますので、そちらからお申し込みください、はい、ということで有料ですので、うん、1500円、500円割引になりました、はい、となっております。2000円が1500円。そうです、はい、2000円で、もう商品価値が劣化したってことです。違う。ステッカーはつかないということですので、はいはい、1500円ってことは、あのステッカー代が500円だってことなのかな。いや違う違う、生で楽しむ楽しみがありますから。そうだね。そうですよ。だってあのオンラインイベント中に、うん、メール読まれた方全員何か当たってるんだよね。そうです。あと何気にみんな私物を出したんだけど、はい、淵上も出したし俺も出したし、うん、川村も中でも、うん、ちょっと俺と淵上せこかったよね。いや私せこかったですか。中根とかさ、だってすごい時間かけて作った1000ピースのそうパズル出してきたりとか、うん、で川村も何気に海外行った時に買ったもの、うん、そうの3点セットかなんか、お土産セットみたいなのを出されて、うん、でまさかの淵上のプレゼントがこちらです、上村直美物語って、もうなんか上村直美の本お前が渡すのみたいな。いやそうなんですよね。手元にあった、いやでもいるものですよ、いらなくなったものじゃなくて、だからブックオフ出すつもりで出した方がいいよ。違う違うんです、違うんです。取っときたいなって思ったけど、まあでもこれなら出せると思って、うんうんうん、はい、あのいい本だからね。そう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 、後ろ髪引かれながら出しました。横山さんもでも良かったですよね。俺は横山 T シャツと、うん、あとも今全然手に入らない、はい、あの猿岩石、はい、有吉たちと一緒に歌ってた賢人バンドの虹の CD を出しました、うん、そうです。で実は広島の空の初代版っていうのがあったんです。あ、はい、初代版って先生さんより前、そうなんですか。1995年、はい、にバージンメガストア広島で年間売上第2位になったっていう、飯村徳子さんと歌ってたシングル CD、あのキョロ長い分ジャケットが、はい、が出てきたの、はい、でそれも足そうと思ってたけど、いやこれはミュージクソン撮ってこうと思って、これはやっぱミュージクソンだわ、あーちょっともうただでポン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 渡すもんじゃないなとかって思って、言っちゃいましたね、危うく3点セットするとこだったけど、止めとこう。でその勇気をもらったのは淵上だった。あ本当に淵村、だって淵上とか上村直美物語だけだもん。違う、お茶もつけましたよ。おすすめのね。あと私が好きなお茶です。そうそう、そう考えたらせこかったかもしれないですが、でも楽しんでいただけたと思います、はい、その様子をですね、見ていただくために、これ一度お申し込みいただきますと4月いっぱいは何度でもご覧いただけますが、はい、お申し込みの締め切りは今月末となっていますので、うん、はい、お気をつけください。そうですね、当日都合があって参加できなかった、うん、あとやっぱりこうやって話聞いてると見たくなったっていう方は、はい、今からでもぜひ御前様様のホームページに来ていただいて、うん、今日の12時はい、お昼から販売開始ということになりますので、うん、ぜひぜひ御前様様のオンラインイベント楽しんでいただければな、あのちょっと自信を持って、うん、面白かったですよって言えるものだったですね。面白かったです、はい、私たち自身も面白かったですけど、うん、それ以外のやっぱりゲストの方とか、はいはい、ラジオカーの方々がめちゃくちゃすごかった、うん、俺もアーカイブも見たんですけど、うん、ゲラッゲラ笑いました、はい、ゲラッゲラ笑いましたね。自分が出てるイベントなのにこんな笑うかっていうぐらい、中根ロボっていうのが出てきたんですよ、はい、スーパーコンピューター中根っていうんですけど、はいはい、このねスーパーコンピューター中根があのスーパーコンピューター富岳、うんうん、波のレベルだっていう設定なんですけど、はい、
面白かったですね。面白かったですね。面白かったですね。あと気づきましたか、じゃあ中根さん の, あのスーパーコンピューター の, あの箱があったじゃないですか。 あそこ の, あの上の横の方に、うん、富岳って書いてあったんですよ。どっち富岳なのか中根なのかが分かんない。悶々としてました。どっちはっきりして10回ぐらい出てきたもんね、スーパーコンピューターの中で。本当そうですね。面白かった。だって一発芸のはずだったのに、あまりにも面白くって何回も出てきてもらって10発芸になりましたね。そのせいで中根ほとんど顔が出てないっていう。そう、ずっと段ボールを顔に置きっぱなしだった。いや面白かったな。まだまだいろいろ聞いてみたいなと思ったりもしましたけどね、うん、そうだね。何パーセント、何が何パーセントなのかね、はいはいはい、リスナーの皆さんからもね、うん、いっぱいメッセージいただいていて、はい、スーパーコンピューターの中根に対してもね、さくらんぼ日和っていう方からね、はい、春フェスありがとうございました。スタジオトークもラジオカーレポーターの特技披露もバチョフさん、そしてメビウスさんのライブも、そして画面と音がずれるアクシデントまで楽しませていただきました。はい、スーパーコンピューター中根ですけども、横山さんとたわいもないトークに反応するこのスーパーコンピューター中根もいいんですが、リスナーからの投稿に反応するスーパーコンピューター中根というのもこれから見てみたいものです、うん、いやそうですね、うんうん、まあね、あの午前様はずっとお気の方はご存知だと思いますけども、うん、人に言われると断るっていうね人の指図は受けないで同じ横山なので、あ、まあ、これでなくなりました。嘘でしょ。言われたから。嘘、本当。あら、さくらんぼ日和さん、はい、残念ながら。嘘でしょ、聞きたかったよ。明日一切出てきます。いやいや、中根です、普通に出てきます。まだまだ期待してたんだけどな。でも本当にたくさん、本当にすごいですよ、はい。くるくるパーコさんからもお疲れ様でした、うん、参加させていただいたおかげさまでペイペイデビューできましたし、アナログな私がオンラインで、催しに参加するという体験もできました、うん、早々に夕飯とお風呂を済ませ、化粧しておしゃれして、飲み物とつまみを用意して、前説を聞くと、参加していると、うむこさんによると参加している人は映らないということで、うん、ホッとするやらがっかりするやらでしたが、はい、本当に楽しませていただきました。ありがとうございました。いや、あの状況でその参加者500人の顔とかが、うん、モニターに見えてたらもう多分頭がテンパってたね。そうですね、うん、はいはいはい、だって簡単にバーって読めるはずのつぶやき、うんうん、みたいなものもあんまり見る時間なかったもんね。ですね、うん、だからやっぱ映像もあるから、はい、意識がいつものラジオとちょっと違って、うんうん、どうすればいいんだろう、手元どうすればいいんだろうとか、そういうのも意識したし。そうだね、うん、いやなんかでもちょっと新鮮だったね。はい、新鮮でした。ラジオだけどテレビで、テレビだけどイベント、イベントだけどラジオみたいな、なんかぐるーっとこう、うん、三角形のが回っていくみたいな、はいはい、でそこにリスナーの方がいらっしゃって、でその皆さんが有料で見てるっていうのが、うん、だからちょっと4人で私はテレビ番組をしてるような気分になって。そうだね。わあ、なんかなかなかこれはないぞと思って、うんうん、ワクワクしました。あ、さ、川村とかはもう楽しいぼっこりですとかっていうの、うん、あいつだから2000円取ってる思いがないんだよね。俺なんか2000円払ってもらってると思うから、なんかちゃんとしなきゃとかって思うじゃん。え、なんか横山さん緊張されてますっつって、いや、しろやっつって、普段お前ただなのに2000円もらってんだぞっつって。確かに確かに、すごいことなんだぞって言うけど、そうですか、ドーナツいただきますみたいな。私と川村さん本当ドーナツのことしか始まる前考えてなかった。お前たちとはちょっと輪を組めないと思いながら、ちょっとおかしいと思いながらも、そうですね、ね、でも、リスナーの皆さんにも、あのオンエアも、うん、イベントに負けないほど、はい、面白いですよ、そうですね、とか思ってもらいながらお送りしようと思う。午前様様、今日は火曜日、今日のメニューです。10時20分頃からはレギュラーコーナー、午前様様商品開発部、センス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えてもらうネタコーナー、 What's your name? です。はい、リスナーの皆さんには新しい商品を考え出していただきます。はい、でその商品の説明をした後に、この商品の名前はでオチをつけてもらうというネタ企画コーナーですけども、はい、今日も我々の番組を支える優秀なディレクター陣が、いやー、そうですね、考えました。はい、小ネタの数々を皆さんに披露したいなと思います、うん、新商品を紹介する What's your name? 例えば、
炭酸飲料って美味しいですよね。はい。ということで、新しい炭酸飲料を開発しました。従来の商品とは比べ物にならない強い炭酸、鬼のように強い炭酸なんです。はい。そこで、鬼のようなお面をつける秋田県の伝統行事、生ハゲとタイアップしてみました。さらに、強い男の象徴、アーノルド・シュワルツネッガーさんを CM タレントに起用しました。さあ、果たして、その商品の名前は？What's your name? ああ、飲むとシュワシュワしねが。これ。アーノルド・シュワルツネッガーと、はい。悪い子はいねかっていう、二つが。すごい。すごい、今までなかったですよ。はい。しかもどっちもね、ちょっとなんか、かけるのが難しいというか、もう単純ではないです。かかりきってないみたいなところですよ。かかりきってはない。確かに。二頭追うものは一頭追えずみたいなことでしょうよ。これが。中途半端、真ん中を。飲むとシュワシュワしでガーってやつ。どっちにも寄ってないっていう風になっちゃいましたね。では、はい、もう一つ。家に勝手口。つまり裏口がある方におすすめの防犯グッズのご紹介です、はい、玄関と裏口両方の鍵を閉めるのって面倒だし、うっかり鍵を閉め忘れたなんてこともないわけではありません、うん、この商品は玄関の鍵と裏口の鍵を連動させて、玄関の鍵を閉めれば裏口の鍵も同時に閉めてくれるという優れものなんです、はい、使う人に優しい商品、その優しさは昔話で亀を助けた浦島太郎のような優しさです。その商品の名前は What's your name? 浦島太郎浦島太郎今日もやっぱこういう雰囲気になるコーナーになるんでしょうね、うん、いやどうなんでしょうか、ね、浦島太郎、浦島太郎的な感じ、もう全員が今頭も家も真っ白であれ時代間違えたかな、おかしいね、玉手箱を開けてしまったねみんなね、そうですね、うん、ということで今日はどんなネタが届いているのかお楽しみに、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週は過ぎ去りしマイブームをテーマにお送りしています、はい、では昨日のボツよりということで、うん、兄は桑原コンビにメールを出したにもかかわらず、残念ながらボツとなり我々横山淵上コンビに読まれてしまうというがっかりな方をご紹介させていただきます、お願いします、ラジオネームハトポッポ、がっかりです、がっかりですよ、兄はさん108勝って言ってました、おお、してほしい、半年ほどの間でしたが、うん、私は日焼けサロンに通っていました、はい、日焼けサロン通いにハマっていたのです、1月に 2,3 回通い、うん、こんがり小麦色の肌をキープしていました、金銭面で辛くなったので、その日サロ通い、日焼けサロン通いをやめてしまいましたと、うんうんうん、日サロか、ハトポッポ、木金と、あ違う、火水木金にくれる、聞かないよね、ない、初めて聞いた、49歳岡山県だそうなんですね、うん、あら、じゃあぜひ、あれ月曜日だけここ RSK だと思ってんじゃないじゃあ岡山のね面白い番組もありますが、うんうん、そうだね、はい、昨日あれだったんだよね、俳優の加藤雅也さんと一緒にいたんだけど、はい、雅也さんがあの岡山に行ったさ、あの赤いインチキのやつ、あれ誰だっけ、あそれ相田翔吾、相田翔吾って、あいつインチキだったよなっつって、インチキじゃないですよ、あいつのインタビュー答えたけど全然岡山お客さん入んなかったよねって、あいつインチキなんですよっつってだよな、あの赤いやつ、赤いやつっつって誰だっけあれって、相田翔吾、あそう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 、言い方よRSK で、RSK 不名誉ですねインチキではありませんということで今週の会議のテーマは過ぎ去りしマイブームです、はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます、午前様様火曜日、では行きましょう、朝の運試し午前様クイズ、さあ土曜日のオンライン春フェスを見てくださった方には放送に先駆けてお伝えしましたが、なんと今日からプレゼントが
新しくなります、はい、クイズの正解者の中から抽選で一人の方にパーソナリティ6人の顔写真をモチーフにした午前様様手ぬぐい第3弾をプレゼントします、はい、色はグリーンとピンクの2種類、どちらが当たるかは届いてからのお楽しみです。今回の手ぬぐいは背景に7つの宝と書いて尻尾というデザインを採用しました、うん、この尻尾という柄は円形が永遠に連鎖してつながっていくデザインで、円満調和ご縁という意味が込められた縁起のいい柄になっています。はい、うん、まあ、午前様様はね、今まで、紺と赤、はい、あと金と銀つってずっとシリーズ化で、はい。手ぬぐい出してたんですけど、しばらくは、クリアファイル。そうでしたね。だったんですけど、縁紙になってから初めての手ぬぐいという。うん、そうなんですよ、はい。自分の顔が手ぬぐいになって、うん、もうなんか嬉しいなって思います。はい。はい。あ、ちょっと何気に、ああ、いいものだねって思うよね。自分たちでも思うよね。いや、そうなんですよね。うん、だからなんか、ロケとかに行ったら飾ってあるのがやっぱクリアファイルよりも手ぬぐいの方が多かったりするんですよ、うん、この中に入りたいなと思ってたんで、うん、めちゃくちゃ嬉しいです。それこそ千水さんのお父さんの写真を俺一回もらったことがあって、うん、俺が千水の T シャツを作ったのね、はい、でそれお父さんが来てすごい嬉しそうにガッツポーズ撮ってるって写真の後ろ側に午前様手ぬぐいが額に入れて飾ってあったんですよ、千水の実家。はいはい、やっぱ嬉しいもんだよなと思ったよね。そうですね、うんうん、額に入れて飾っても映えるっていう、はい、だって中年地の実家もお母さんが額に入れて飾ってるって言ってたもんね、うん、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあうちもお前んち額買うお金がないのとちょっとひょっとしたら壁がないっていう壁はどうだったかな、ちょっと確認しないと分かんないので、うんうん、そうだよね。はい、そうですね。雨つゆがしのげないっていう、なんなことないですよ確認してみますということで、はい、応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号を忘れなくということで、うん、それでは今週の午前様会議のテーマ、過ぎ去りしマイブームにちなんで、今日は縁紙先問題です。はい、ちょっと前、まあ、1年2年ぐらい前かな、うんうん、にアロマディフューザーを購入しました。アロマディフューザー。ディフューザー。機械にアロマを入れると。あ、わかった。あ、わかりました。うちにもある。お、はい。あ、ある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 。俺プレゼントした。プレゼントした。うん。ああ、なるほど。いいですよね、あれ。電気入れて、そう、入れると。なんか液体、ちょんってやったら。やったら、ひゃーつって、湯気みたいなのが。そうそう。ひゃーって出るの。あの中に香りが。混ざってすごいいい香りがするっていうやつなんですけど、それを買って、で私結構高かったんですよ。いいのを買ったんです、はい。俺もいいの買ったよ。はい。なんかブランドのやつ買ったよ。お、ブランド。化粧品のブランドの分。だから液体のメーカーが出してる機械を買った。はい、おー、結構いいやつですね。いいやつだった。きっと。そう、それを私も買ったんですけど、おー、まあ、使おうと思って、寝る時とかにつけたいなって、リラックスしたいなと思って買ったんですが、実はちょっと一瞬で、うん、はい、使うのやめてしまいまして、はい、なぜでしょうかっていうのが問題です。ね、ものすごい機械が熱を持つ、あっちってなるぐと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 って、もうラーメンでも作ったみたいぐと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 、あっち、あ、ちょっと、いや、あっち、あっちってもうすごいなった。あれでも不思議ですよね、うん、なんか水蒸気で出るタイプもあるじゃないですか、はあ、水入れてその中にアロマ垂らしてっていうのもあるんですけど、うんうん、どうやって水蒸気発生させてるんだろうなって思ったりしますよね。今でも本当なんでこうなってんのっていうのがものすごいあるよね、うん、いっぱいあります、ね、ほらダイソンの羽のない扇風機、うん、羽がないんだったら扇風機じゃねえじゃんとかと思ったりどっから風出てんだって、だって表も裏も種も仕掛けもありませんみたいになってるじゃないですか。全然わかんないよね。不思議ですよね、うん、今だってなんだっけ、これカーラーみたいなとかもダイソン出てるんですけど、髪の毛くるくる巻く、うん、あれもね不思議、熱じゃなくて風で巻くんですよね。何風で巻くって、うん、風温風で髪をそのセットするんですけど、形付けカーラー、カーラー、昔お母さんたちが電気つけてあっちってなってからくるくるって巻いてた分でしょ。そうそう、はい、あれの中の棒バージョン、スティックバージョンというか、おうおう、で手持ちで巻くんですけど、風で巻くの不思議なんですよね、わかんない、よく、へえ、そうだよね。だって今ドライヤーを、はい、ババちゃんが言ってたけどさ、うん、顔にブーンってやったら、
お肌の美顔効果もあるみたいな。ね、美容になったり、あとシェイプアップとかもおっしゃってましたよね。はいはいはい、すごいよね。わかんない。マイナスイオンが出てますとか言うけど、うんうん、どっから発生してんだ。マイナスイオンって名前はマイナスなのにプラスなことが多いよね。確かに。なんでなんだろうね。うん、大好きです、マイナスイオン。ね、うん、あんなにマイナスって名前がついてるぐらいマイナスなことなのに、確かに。効能効果とかはプラスなんだよね。ああ、気分もね、うんうん、プラス上がるし。さあ、はい。淵上咲は、アロマなんとかザー、うん。アロマディフューザーです。っていう、いい香りがする。そうなんです。アロマを垂らして、電気ポチッと入れると、フューッとアロマのいい香りがするのを買ったんですが、はい、一瞬で使わなくなってしまいました。はい、さて、それは一体なぜだったでしょうかというのが問題です。はい、ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。メールは、午前様様専用アドレス、午前@rcc.net。小文字で gozen@rcc.net。 応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから、私の日常に起こった事件を描く火曜の朝のミニドラマ、火曜サキペンス劇場。さあ、今週は淵上咲に一体どんな出来事が起こったんでしょうか。それは昨日の出来事でした。今日はテレビのロケ、 RCC テレビ元就で おなじみの町娘の格好なんだ。いやいや、町娘の格好じゃなくて町娘の格好をやろう。鳥になってどうすんねん。わかりにくいけどボケてます。さて、車での移動中、スマホでメールをチェックしていたら、声に張りがあります。車に酔った今週の事件を紹介しよう。はい、テレビのロケで東広島に向かった淵上咲。はい、車での移動が長かったのでずっとスマホを見ていたら、うん、車に酔ったっす。はい、とほほ。そうなんです。まだちょっとへこんでます。はい、とほほ。車に酔った私が今日は皆さんを酔わすトークを繰り広げまする。はい、事件頑張ります、うん、酔わせられるように。だからあなた勤務中ずっとスマホをいじっていたってことですよね。いや、そうです、うん、僕ツイッターとか勤務中にはやらないことをしてるんですよ。本当ですか？だからアップしてないんですよ。ああ、なるほど、はい、そういうことだったんですね。そうです、勤務中なので、はい、あれは仕事ではなくプライベートなので、ほうほうほう、だからあの勤務中にやらないことをしてる。スマホをずっといじってらっしゃったんですか？そうですね。ああ、そうですか。ちょっと人事部の方にこの後行ってきて、横山さんには言われたくないな。そうだ、俺もちょっとあんまりその辺で煙立てると自分に火がポッと。そうですよね。火の粉が必ず、はい、喧嘩しますよ、うん、そうですね、はい、戦うべきものが違ったような気がします。はい、そうですね。仲良くしましょうね。はい、仲良くしましょう。まあ、そうです、よかったよかった、うんうんうん、安全安全。スマホ万歳。はい。今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども、うん、雲一つないと言ってもいい、はい、本当ないですね。そうですね、お天気ですね。で、広島空港がある本郷、うん、まあ、ちょっと雲が見えますけども、うん、青空がバーッと広がっていますよということですけど、宮島に、はい、五重の塔の横あたりに桜がわーっと咲き始めましたね。本当ですね、うんうん、まあ、どうなってるんだろう今。なかなか咲かないよね。そうなんです、うん、開花宣言あってから、あってから満開宣言はガンガン抜かれてんだよね、うん、待ってますが、はい、どうなるんでしょうか。ということで今日のお天気はどうでしょうか。音富士さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日は一日いいお天気になるんでしょうか。はい、今日はしっかりと晴れてくれそうです。はい、うん、というのも冬型が緩んできますんで、移動してきた高気圧にしっかり覆われます、はい、で寒気も抜けていきますので、昨日のようなにわか雨の心配もなさそうです。今日だって氷も降ったんでしょ。そうですね、各地大気の状態が不安定となりましたね、うん、はい、あとそれもなく降水確率も今日は 0% です、うん、
日中の気温も16度ぐらいまで上がって暖かい風が入ってきますので、今日は春の陽気が戻ってきそうです。はい、はい、ということで今週一番しっかり晴れそうですので、洗濯日和、今日はね外干ししっかり乾きそうです。うん、でしばらく晴れそうなんですけれども、はい、ちょっとコロコロが天気変わりそうです。うん、明日は朝から日差しが出ても午後は少しずつ雲が出やすくなります。うん、まあ、ただ大きな崩れはなさそうで、はい、次あさっての木曜日朝方にパラッと雨は降るかもしれません。ほうほう、はい、で金曜日ぐらいまではしっかり晴れますので、平日の日中は晴れてくる日が続きます。うん、で続いてこう週末はまたぐずつきそうなので、日曜日あたりで雨となりそうです。はい、はい、気温に関しても後半ほど高いので20度を超えて、木曜日金曜日あたりは5月並みになってくるんですよね。うんうんうん、そこでこう満開の発表があってもいいのかなと見ています。なるほどなるほど。おーおーおー、はい、これはやっぱり標本木が変わったってのは大きかったんですかね。やはりそうですね、日当たりが変わったことなんかはちょっと大きいのかなと思いますけれどもね。うんうんうん、やはり冬が今回寒かったというのも大きいですかね。はい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 、はい、でもあれだね、先ほど、はい、じゃあこの長崎で水木金とかに、はい、あの冬物をちゃんと洗濯したりとかして、週末桜ちょっと見に行けたらいいね。そうですね、寒の戻りも終わったのでね、衣替え進めて春の陽気で出かけられそうですね。うんうん、はい、先ほど長崎で何だったんですか。あ、長崎で先ほど満開の発表があったので、うん、ちょっとトップ3にも広島満開は入れなかったかなという感じとなりました。そうだよね、まあ、この気象予報士のちょっと、はい、実力不足だったんじゃないのみたいなところが、いやちょっと反省の弁とかをちょっと語ってもらってもいいですか。え、ちょっと来年はねちゃんと抱きついて温めてあげたいと思って。いやそんなことしない。そうだね、抱きつくところがちょっとドライヤーをね、はい、用意しておきたいと。自分たちの都合のいい時に探すみたいなこともやっていただければと思いますんで、努力したいと思います。いやそうそう、そんなの仕事じゃないです。今何か目立った警報や注意報は。はい、現在南部に乾燥注意報出てますのでご注意ください。はい、わかりました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。天気予報は音富士さんでした。春のお彼岸もいよいよ今日までとなりました。ご先祖様を身近に感じ、命あるすべてのものに慈しみと感謝の心で接したこの数日間、今のすがすがしい気持ちを大切にこれからの毎日を過ごしていきたいものですね。爽やかに生きる日々に、お線香はセイユンバイオレット、煙の少ないお線香売上ナンバーワン、ソフトでフローラルな香りが広く皆様に親しまれています。お彼岸が明けてもお線香は日本香堂のセイユンバイオレット、よろしくお願いいたします。お便り様様、このコーナーは日本香堂の提供でお送りします。ラジオネームケスノビッチの母さんから、はい、春フェスアーカイブで見られるんですね、うん、生で見られなかったので申し込みしようと思います、はい、諦めていたので本当に嬉しいです、はい、といただいてます。初めてっていうメールの方、高木さん、うん、はい、もう、オンラインフェス楽しかったです横山詣に行けず寂しい気持ちもありましたが、オンラインという形で皆様ファミリーと触れ合うことができて、あっという間の2時間でした、はい、サプライズ登場の潜水さんに号泣する河村さん、うん、もらい泣きする横山さんを見て心が温かくなりました、はい、アーカイブの映像は画質音質ともに非常に綺麗なので、また見返そうと思います。2回目の開催も期待していますよということで、はい、はい、まずはねまだ1回目をご覧になっていないっていう方はぜひぜひ今から、今日の正午から、うん、販売ということで1500円でアーカイブ見られますんで、はい、そちらの方は勇気を持って参加していただいて見ていただければと思います、はい、僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日は広島市立中野東小学校4年生の加藤修也くんの作文です。タイトルはみんな最高な運動会。みんな最高な運動会、中野東小学校4年加藤修也。11月8日に秋の運動会がありました。僕は運動会で精一杯頑張ることができました。なぜなら台風の目では練習の時よりも本番では上手にできたからです。最初はチームの息が合っていませんでしたが、日々練習を重ねていくことで一人一人が頑張ってコーンを回ったりジャンプしてしゃがんだり、みんな協力して本当に頑張ったと思います。リレーでは選ばれた人しか走れませんが、その中でも一生懸命走り
最後まで諦めずに走り切ることができました。今年は新型コロナウイルスで大変なことがいろいろあったと思います。それでもみんなは最後まで楽しみ、協力し合ってできたと思います。この運動会はこれまで以上に楽しんでできた運動会でした。すっごいハキハキね、うん、読んでくれて、俺6年生だと思って、そうパッと見て、あ、そうか4年生って言ったよね俺ねと思って、ね、びっくりしびっくりしました。でね、内容もその運動会楽しかったんだなっていうの伝わってきましたし、うん、はい、ね、なかなかイベントできなかったからこそ、うん、それ以上に楽しめたんだろうなって思って、そうだね、よかったなって。4年生って10歳でしょ、うん、言っても11歳でしょ、うん、はい、だからその子たちがあんなちゃんとした作文読んで、新型コロナウイルスが大変だったけど、うん、いつも以上にちゃんとしたことができましたよとかっていうと、はい、大人たちもちゃんとやんなきゃねとかって、そうですね、本当思っちゃった。こっちがねちょっと、うん、あのピッと背筋が伸びますね。ねえ、うん、彼は本当社会の台風の目になるよね。あ、そう、まさにそうです。本当に今日は広島市立中野東小学校4年生の加藤中也くん、みんな最高な運動会お送りしました。明日は広島市立東の小学校5年生の阿部龍馬くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。ラジオネームアイリスさんから、はい、春フェスお疲れ様でした。はいはい、オープニングアクトから皆さんの出演の仕方にわーっと感動をもらい、うん、2時間ちょっとが楽しくあっという間に過ぎ去った感じでした、はい、日曜日に嫁いでいる嫁に娘に来てもらい、アーカイブをパソコンで見れるように設定してもらって見ましたよと、こういった方もいられるみたいですね。ね、本当ありがとうございました、うん、ニュースです。午前さまさま、さあ11時を回りました。一通読ませていただきます。 T シャツに口紅さんから、土曜日のオンラインイベント本当に楽しかったです。横山さんが身振り手振りを交えてお話しされていたり、横山さんが話している時には淵上さんたちがスタッフさんから何かの手紙を受け取ったりしているのを見て、普段はこんな風に放送しているんだなぁと、それだけでも見ていて面白かったですよ。そうなのよ、うん、だから皆さんは、はい、俺たちが喋ってる時とかに、うん、何にもなくって普通喋ってるみたいに思ってるかもしれないけど、はい、実は準備してたりとか指示受けてたりとか、はい、いろんなことがあるのよね。そうなんですよ。今ね、横山さんも大量の荷物を持って、誕生日プレゼント来週なんだけど、そうだ、そう、外出たびっくりして、うわ、何人、横山桜満開みたいな感じだった。でもそんな中すごい、はい、まずは、馬様の子供にあげてくださいっていう、いや素晴らしい人、わあ、そっか、なんか3月2日、はい、が馬様の子供の誕生日になったのね。ね、はい、で俺が三つ男っていう、3と2と書いて三つ男っていう名前をつけてあげたのに、はい、うんうん、どうやら違う名前つけたらしい。いや、それで合ってると思います。三つ男にあげてくださいっていう分と、ありがとうございます。あとこれは淵上さんに、はい、イチゴをあげてください。イチゴ、いえ、で、あ、淵上なんだっつったら、あ、そうです、淵上さんにっつって、はい、だスタッフみんなとかじゃないらしいんですよ。え、ありがとうございます。俺ただ運んだだけね。感謝。で、これは俺にこれもらったのと、はい、あとここにプロ野球チップスが、よっしゃ。で、ほら、横山さんちょっと早いけれどお誕生日おめでとうございます、ほんとだ、パッとって書いてあって、プレゼントだ。こいつ12歳、小学校6年生と午前さんも聞いてて、この間卒業式で、はい、4月6日、うん、が中学校の入学式なんだって。はいはい。で、前も来たの。はい、で、緊張すぎて一言も喋れなくて、お前全然喋れなかったやつだよなと、喋れた喋れた喋れた、よかったよかった、よかったな、ライダーキー、いやー、おりゃーつって上がってこいって言いながら、そうですね、喋、うん、っても喋らなくてもそういう運命なんですよね。でも卒業式ちゃんとできて、うん、で保護者は2人まで、はい、あの卒業式参加 OK だったって言って、あ、そうなんですね、言ってたからよかったねとかつって、うん、そうですね、本当。いや、でもね、新生活始めてる準備してる方が本当にたくさんいるみたいで、はい、美北のターミニーちゃんさんからは、うん、日曜日に庄原へ出かけました、はい、ホームセンターは大変な人手でした。買い物カゴの中はフライパンやハンガーといったもので新生活の準備かなと思いました、うん、庄原には大学があるのでこの時期はひときわ賑わうように感じます、はい、街中を見ると引っ越しかと思われ
われる遠方からのナンバーを見かけます、うん、あとコンビニのアルバイトの顔ぶれが変わったりすると春じゃのーとしみじみ感じます。あ、そうだね、うんうん、なんかこうキモキモとかポイントポイント、はい、とか景色とかで、あ、変わったね、年度変わりしたねとかって思ったりするよね。うん、あのこの RCC も10月にもちょっとあの番組の改編とかあったりしますけど、うん、やっぱ4月って大きい気がして、うん、なんかね、新しい子が入ってきたり、そう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 、そう変わりますよ ね。なんか慣れ親しんだものが終わったり、そうですね、慣れ親しんだものが終わったり、慣れ親しんだものが終わらされたり、慣れ親しんだものが終わらされたりみたいなことが RCC ラジオでいっぱい行われるよね。いや、まあ、慣れ親しんだものが終わらされたりつって言って、自分の時だけ良ければいいと思う人がいっぱいいたりとか、なんかそういう時期がこの4月だったりとか、するよ ね、まあ、ね、未来のこと考えずに番組終わらせたりみたいなことがいっぱい行われてるのが RCC ラジオの現状だったりとかしますよね。まあね、別れもあれば出会いもあありますし、うんうん、まあ淵上のねショコラジももう最後だったってことだったから、そう、うんうん、なんか、あ、最後挨拶とかしないんだと思いながら聞かせてもらいました。聞かされてないですね。もうなんかこの間の日曜日が最後だったらしいですよ。そうなんですか、うんうん、なんか言うと泣いたりするからもう言うのやめようって。いや間違いない、来週来てももう放送ないらしいですよ。いや来ようと思ってたんですけど、はい、行くだけ行ってみたらいいじゃないですか。ひどいなそれ。どうしようかな、うんうん、あ、泣く準備しといた方がいいですかね。そう、違う人が喋ってるらしいですよ。そっか、じゃあ感動のお別れの涙じゃなくて、そうです、さーっと、だからものすごくかっこいいバージョンよね。あ、メソメソしない、はい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 、あるじゃん、これアシスタントが花束贈呈みたいな、ありますね、あったりするじゃん、ああいうのって終わってからやればいいじゃんとかって、あ、そうですか、思うのよ、まあ、最後のご挨拶とかしていいよ、だけど、うんうん、花束あげたりするのをそれ終わってからじゃないの、出演者はさ、とか。そうですかね。思うじゃん。うん、それと同じように、まあ、淵上も、まあ、終わってから教えてもらった方が、だったら、なんか言ったのに、みたいな。絶対嫌だよ。スムーズに終われるからさ。ああ、うん、去り際何にも美しくないです。立ち取り、後を濁さないってことですよ。そうですね、うん。素晴らしかったですよ。何の足跡も残してないかもしれない。ちょっと残したかったなって思ったりもしますけどね。まあ本当かどうかはね、次の日曜日、はい、皆さんも聞いていただければ。いや、ちょっと私もねドキドキする。淵上もスタジオ行ってみたらね。はい、わかりました。ひょっとしたら鍵かかってるかもしれない。追い出された。あとはね、うん、ラジオネームなしという方から、今日はお休みで、うん、朝は日の光を浴びるために黄金山の展望台に登って景色を眺めながら午前様様を聞いています。はい、桜がだいぶ花を開いて、うん、今週には満開かなと思わせる雰囲気です。お、そんな中、まあ、オンラインイベントのこととかスーパーコンピューターの中根のくだりがあまりにも面白くて、はい、つい、吹いてしまい、周りにいた学生にこの人なんで吹いてんのみたいな感じで見られてしまいました。オンラインイベントのアーカイブめちゃくちゃ面白かったのでまた楽しみたいと思います。ありがとうございます。やっぱね、うん、午前様様とか聞きながら歩いてたりすると、はい、勝手に顔にやけてません、うんうん、あるね。私本当にそうなんです。他の曜日とか聞いてても、うん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 、なんかにやけて、まあ、ただオンラインの中でね淵上がね、はい、川村さんと中根さんの番組を聞いていると本当に自分がダメになってしまうので、いやいやそんなことない、だからもう聞くのやめましたと、はい、ね、悪しき見本でしたみたいな、いや違います、その爆弾発言、いやいや、で川村がオラーとか言って口紙掴んでで殴るのは中根、うん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 、怖かったなあれ本当に。中根がね口紙をボッコボコにするっていうのが、そうそう、まだねちょっと残ってるんですよ今日。そうだね、はい、うんうん、まあ、それが本当かどうかはぜひ1500円払ってもらったらこれ12時から見られますから、うん、ただ、ね、あの乱闘シーンのところとか切ってあるんじゃないかと思うんですよね。見せられないですね。いや、あれ見てほしい。だってもう本当最終ラウンドのロッキーバルボアみたいな感じだったもんね。エイドリアンっていう前のロッキーの顔してた、淵上が。僕も見えなかったですから、うんうん、前が。なかなかもうアポロクリード並みの、もう、ポン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 みたいな。すごかったもう。ねえ、うん。ムッキムキでしたからね、中根さん。脱いだら実は。もうだってパンツもアメリカの国旗のやつが、うん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 って言っても、すごかった。サンドバッグ、サンドバッグガンガン行くみたいに淵上やっつけたからね。いや、ほんと怖かった。ねえ。あんなさ、放送聞いてませんって言ったけど、あんな怒るとは思わなかったから。そうですよね。俺も止められなかった。レフリーも止められなかったもん。いや、だからちょっと生放送じゃないからっていう安心感が、生放送でしたけど、うんうんうん、なんかあのね、この乗ってないから。いや、そうだね。安心感があって、行っちゃったのかもしれない。うんうん、だって河村とかも淵上すごいチョップチョップチョップでもすぐチョップばっかりしてたもんね。そうですね、力道山なのかってぐらい、はいはい、チョップチョップ
チョップ、チョップ、グーは、中にはグーしかないけど、あいつはチョップしかしないから。手刀、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 みたいな。怖かったな。すごかったよ。そうですね。うん、ねえ、まあ、オンラインをぜひ見て。ね、スタジオをのたうち回る近くに。確かめてください。の様が見られるんじゃないかと。はい。あとはですね、ケイブガコさんからは、はい、昨日、卵焼き用のフライパンを買って、嬉しくて、卵を4つも使って卵焼きを作りました。おまあ、綺麗に焼けたこと。料理は腕も大事ですが、道具も半分ですね。あ、そうだね。わかります。今なんかほら、ものすごくくっつかない。はい、ものとかもあったりするじゃないですか。出てます、出てます。やりやすいんじゃないの。そうですね。うん、私1年ぐらい前だったかな。はい、初めてテレビショッピングを見て電話をかけてフライパン買ったんですよ。はい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 。でもうオーブントースターとかでもできるような使えるようなやつ、はい、いいの買ったんですけど、うん、使ってて1年ぐらい経ってもうくっつくようになってきちゃったんですよ。ああそうだね。そうなんです。あるよね。やっぱり擦り切れるんだなと思って、うんうんうん、買い替え。あれ難しいのよ、うん、洗った後に、はい、その空だきをしない方がいいとかさ、あははは、空だきをすること、はい、でそうなっちゃうとかあるらしいのよ。そうですね、うん、なんか使い方で、はい、あっちあっちにフライパン温めてるじゃないですか、うんうん、その後にすぐに水道 の, 洗面台に持ってってジャーってでジュワーって蒸気が上がる、うんうんうん、あれは良くないって書いてあって、あ本当知らなかったって思って。じゃあちょっと冷ましとかなきゃいけないんだ。冷ましてからそこに置いたまんま冷ましといて冷たくなってから洗うんだ、うん、洗わないといけないっていうの書いてあったりして。でもそういうの言われるとめんどくさいよね。そうなんですよね。洗いたいよね、終わったらね、はい、そうなんですよ。だから次の鍋とかに行けるチャンスとかなくなるわけでしょ。そうです。だから、まあ、どうやってもゴシゴシいくら洗っても、うん、もうツルツルになるようにしといてほしいな、はい、そういうフライパンできたらいいのになって思ったりするんですけどね、うん、昨日俺流れ川でさ、はい、会食だったのね、うんうん、飲み会だったんだけど、ほんとマスク会食だったのね、はあ、みんなマスクして、うん、でビール飲んでマスクして喋って料理来てマスクずらして食べてマスクしてみたいな感じだったけど、はい、楽しかったね。いやそうなんですよね。で最初お刺身とかさ、はい、すごい上品なものがいっぱい出てきたの、うん、だけど全然食い足りなくてさ、はい、でまあその幹事の人間がさ、うん、ちょっと食い足りないよねって話になって、うん、じゃあちょっととんかつ頼むとかつって、はい、で日本料理の店なのに揚げ物ガンガン頼んで、でそっからみんなバクバク食って、で最後にゅうめんとかも食って、あ、いいですね、締めたんだけど、みんなさちゃんとマスクすんのね。そうで、マスク会食っていうのちょっと小バカにしてたんだよね。そんなんさとかって思ってたけど、はい、いや慣れたらこれはこれで楽しいよっていう。いやわかります、うん、私も行く時はちゃんとマスクして、うん、食べる時だけずらして食べてやってたら、うん、意外とそんな面倒くさくなくって、うんうん、なんかもうもはやしてる方が気持ちいいみたいな、うん、あと向こうが外したまま話しかけたらしろやってちょっと思っちゃうから。そうですよね。だこっちもなるべく話すときは、うん、その漏れがないようにマスクを戻すっていうことをしてたら、はい、向こうもそんな嫌な顔せずに話せるじゃない、うんうん、はい、でもそれ考えたらそうか、新しい生活とはこういうことなのか順応しちゃうんだなと思って。そうなんですよね、うん、だって今5分間の休憩があるじゃないですか、はあ、あの時に横山さん外に行くのでマスクつけますけど、うん、私は席動かない、ここの場所でずっといるんですけど、おうおう、その時もマスクもなんかつけないとちょっとあなんかスーッとするな。お前だって特にね、馬様とピスタチオのこと嫌ってるから、なんかもう絶対嫌ですって言ってえ、どんな状況になっても、コロナになっても、はい、なんか変異株が入ってもいいけど、あの二人からだけはおっされたくないって言ってもずっと言い合ってるもんね。なんで一緒にラジオできてるんですか。びっくりですよね。まあ多分ね、次の CM の時、またあの二人からボッコボコ。ボッコボコにされる。ボッコボコに。喋れるかな、怖いな、うん。サンドバッグ並みで、うんうん、うん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 って。肉の塊状態ですね、私も。じゃあさあ、この時間になりました。はい、午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、うん、今日は淵上から、はい、過ぎ去りしマイブームで問題を出してもらいました。はい、そうなんです。問題が、まあ、ちょっと前に、うん、アロマディフューザーというのを買いました、はい、アロマを機械に入れてポチッと、電源入れるとファーッといい香りがするもの、はい、部屋中に広がる。
そうなんです、うんうんうん、なんですが、ちょっとしてから使わなくなってしまいました、はい、さて一体何が理由だったんでしょうかというのが問題です、うん、ラジオネームただいま昼寝中、はい、ありがとうございます。アロマディフューザーを買ったのにすぐに使わなくなったわけ、うん、それは室内に吊るしていた全部の服に香りが染み込んで取れなくなった。それが意外とそのアロマディフューザー、うん、結構香り強いのに切ったら一瞬で香りなくなっちゃうんですよ。それが逆に嫌でした。そうだね、ちょっとだけ余韻とか欲しいよね、うん、なんかいい香りのまんま部屋を置いときたいのに、うんうんうん、ずっとつけとかないといけないんだと思って、ああちょっと嫌だなって思って。なるほどね、うん、じゃあ正解ですね。違いますが、私が準備した答えはそれではありません。ああ、間違いじゃないってことですよね。間違いではないです。じゃあ正解ですよ。どうしよう、2分の1正解、半分正解で、ああなるほど、完璧な正解ではない。ああそうか、はい、じゃあしょうがないです。もう口上さんがそう言うんだったら ね、すいません、うん、ただいま本当ただいま昼寝中は次会った時にボッコボコでお前をする可能性がありますよね。怖いですね。あの時当たってたじゃないですかみたいな。アスパラ、はい、淵上さんがアロマディフューザーなる香りがする機械を買ってすぐに使わなくなったわけ、うん、はい、ありがとうございます。髪の毛に匂いが残る。あー、これもないですね。最近さ、うん、あの洗濯するときに洗濯物にいい香りがしますって歌ってる洗濯石鹸みたいなのがあってするじゃないですか。 ありますね。ああいうのって邪魔じゃない？そうです。いらなくない？香り残るのがいらないってことですか、うん、いや、私残したいがゆえに使ってますよ。だったらもういわゆる香水、あコロンみたいなのをシュッて一振りしてそこをくぐっていってみたいな方が、洋服がなんかずっとプンプン匂うんだよねとかって思うと、いや、そうですね、うん、でも私が思うにはその柔軟剤って結構自然な香りじゃないですか。あ、だから香水つけてるよっていうよりも自然な香りを振りまけてる気がして、うん、好きだなって思うんですよね。俺さ一回さ、はい、カレー鍋が有名なお店に行ってさ、うんうん、でその日はカウンターだったの、はい、で座敷もあるんだけど多分わかると思うけど、あでそこでさ食べてたらもう横のさ親父、俺と同い年ぐらいなんだけど、もう、むちゃくちゃ香水臭くてさ、ふざけんなよっていうぐらい、男の癖なんかもう、何振りしたんやお前って思いながら、うん、いや、俺こいつの横で飯食えんわとかって、な本当に思ってたの。うん。たらその横の人は、俺に、タバコ臭もうこいつの横で飯食えんわと思ってたらしいの。はい、で俺一回トイレ行ってさ、で戻ってきて、ほんとくせえなあいつとか言って、便所よりくせえわあいつはとかって思ってて、で戻ったの、はい、だからあ横山さんってなったの。あで待って待って、うん、ああお久しぶりですってなったの。お知り合いだったの。えお互いにくっさこいつとかでずっと思ったらしいの。いや香水臭すぎない？って言ったら、いやタバコ臭すぎますよって言われて、お互いに思ってたっていう。いや本当自分の香りってわからないもんですよね。わかんない。やっぱ匂いって自分では心地よくても、はい、向こうには苦痛ってことがあるからね。あります、うん、そうだけど、タバコ吸ってタバコ臭いですって言われるのは、うん、煙以上にもっと言うんですかとは思う。うん、あそう。だったら、くっそ、もうすっごい汗臭いですねって言っていいんだよねって思うよね。ああ、まあまあそうかもしれないですね、うんうんうん、まあ、自分の家とかもね、うん、なんか変な匂いするとか言われたらちょっと傷ついたりもするし。あ、しがみさんはどなたかをお部屋に入れたりとかすることがあるんですか？いや、ありますよ。どういった方がしがみさんの部屋、はい、何千円何千円とか払わなくても普通に最近はね、あのちょっと友達と一緒に家で遊んだり、へー、あ、そうですか。後輩とか、へー、はい、え、コロナだったのに？いや、まあちょっと落ち着いてからもういいかなってなってね。もちろんコロナだったのに。いやいや、どういうどういう方が部屋に入られるのか俺分かんないですけど、あの宣言がなくなってから、うん、一緒に、じゃあ外はまだちょっとあれだから中でとか、うん、うちにどうぞって、そうそうそう、へえ、うん、コロナうるさいな。マスク会食してるじゃないですか自分だって。あとはね、しかしとイノシシっていう人からね、はい、ありがとうございます。今日のクイズの答えですけども、アロマ
を床にこぼしてしまって、うん、匂いがなかなか取れなくなってしまったではないでしょうか。これありました、うん、あの私のやつはアロマをボトルごとつけるやつなんですけど、はい、うん、なんか買ったばっかの匂いしないなと思って、で開けてみたら全部こぼれてて、ゼロになってて。でもこぼれてるってことは匂いがしてるってことなんじゃないですか。いや、なんかそれがあの蒸気に乗って出てこないからしないんですよ、一切。あ、なんか中に入り込んでるんだ。中にこぼれてしまってて、うん、変なところに。俺昔子供の頃に、うん、なんかお母さんの三面鏡のとこで遊んでたら、懐かしい、香水がパタンって倒れて、なんかトッ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 トって出たんだよ、うんうん、今なんかちょんちょんとかってシュッとかなのに、昔の香水ってなんかトットットって出るんだよね、はいはい、瓶が倒れたら。でなんか絨毯にすごい香水の匂いがついて怒られたのを今思い出した。うわ、今思い出した。そういえばあったなと思って。香水ってこぼれたらもうめちゃくちゃ匂いしますよね、うん、でなんか父親がさ、海外旅行かなんか行った時に、うん、空港の免税店かなんかで買ったシャネルの5番みたいな、あの海外旅行の定番、いいやつだみたいなのをこぼしたの、はいはい、でシャネルのシャネルだったっていうこと、はい、とあと部屋が臭くなったっていうこの2つを怒られて、はい、むちゃくちゃその部屋に行って匂うことをへこんで思ってたのを今思い出した。それ多分嫌な香りになっちゃっていますね、うんうん、そうだね。香りって記憶呼び起こしますもんね。あれ言うよね、女の子とかさ、特に、うん、あの前の彼氏がつけてたコロンの香りをパッと嗅ぐと、うん、はぁって思い出すとかって言うじゃん。思い出します、思い出します。やっぱそうなの、うん、はい。なんか結構なんか柔軟剤の香り、男性って柔軟剤だなって私思ってて、うんうん、香りが強い人は、はい、だからファッと歩いた瞬間に、あ、この人同じ柔軟剤だとか、へー、思ったりすることあります。あ、そう、はい、ないだから今入ったか、家に遊び来る人と全然匂いが違うねみたいな話でしょ。いやでもね、その家に呼ばした女性なんで、 あんまそういうことは。だから前の彼氏とかはその、うん、炙ったイワシの煙の匂いとかが多分したとくっさ思うし、その前の彼氏とかはね、桜チップの桜チップ燻製の中でずっと入ってた人だと思うから、いぶされてた自分が、うんうん、ああなんか全然匂い違う、この人は柔軟剤の匂いだな。そうです、ね、前の人はね、イワシを炙った感じだし、その前の人は桜チップだったし、はいはいはい、ね、そうですね、全然違うわなよとか、三者三様になんかいや人って本当に匂い違うんだよねとかって思いながら、ちょっと好みも違うんだなって、香りも ね、 そうだね、うん、違うんだなと思ったりしますね、うん、でも思い出すんだね。思い出します。ないですか、ドルチェ&ガッパーナ的な感じで。あ、そういえば、先週さ、うん、誕生日プレゼントですって言って、はい、香水もらったの、リスナーの方から、それがドルチェ&ガッパーナだった。どんな香りするんですかね、なんか柑橘系のいい香りだったよ。へー、ばっかり高いんだろうなと思って買ったことないんですけど、なんかめちゃくちゃあの、なんだろう、ハードル高そうな香りがしそうだなと思って。あ、多分俺が今使ってるのとかはあのちょっと石鹸っぽい香りがするものだってするけど、はい、あ、これはなんか柑橘なんだと思って、あ、使ったことないとかって思いながら、はい、あー、なるほど、ドルチェ&ガッパーナーって言いながら楽しそうですね。あ、テレビもね、ラジオもね、あ、ドルチェ&ガッパーナーって言いながらつけてた。楽しい香水ですね、それ、うんうん、あ、いいですね。香りもそれほど気にならねえ、あれこんな村嫌だ、ほらこんな村嫌だ、ドルチェ&ガッパーナーって言いながらつけた。ああ、なるほど、うん、つけることによって村が嫌になる。そうだね、よし行くぞ化してしまうってことだよね。あとはね、面白い、お尻母さん、ありがとうございます。淵上さんがアロマディフューザーなる香りがする機械を買ったけどすぐ使わなくなったわけ、うん、それは花粉症の淵上さんの鼻が詰まって匂いが分からず、アロマディフューザーの意味がなかった。ああ、それは大いにありました、うんうん、確かにね、うん、そうですね、うん、あとは島八、はい、これ新潟県、わあ、ありがとうございます。アロマディフューザーが効かないほど部屋が広いので、はい、匂いが拡散せずに使わなくなった、まあ、そんな広くないので、うんうん、ちゃんと匂いはしてました。あ、テニスコート何個分ぐらいあるの。ね、20分ぐらいかな、20個分ぐらいですか、ね、へー、全然暖房とか効かなさそうだよ。いや、本当そうです。電話とかだったらもうすっげえ息切れるほど走んなきゃいけない。大変そう。トイレ何個いるの。じゃあこれ最後。はい。
ビシャモンミカモン、ありがとうございます。渕上さんがアロマディフューザーを使わなくなったわけ、うん、一人暮らしのため使えるコンセントが少なくなり困ったので使うのをやめた、あではないでしょうか。これでもこれありそう、ありそう、ある、うんうんうん、ありますね、あるあるだね、はい、まさに今足りてないです。だからタコ足買ってきて、うんうん、そこにつないでっていう風にやってるんですけど、はあ、なんか嫌だな、タコ足って見せるの嫌ですよね。そうだ、俺ただ人に見せるものじゃないからさ、そういう部屋とかそうですよね、うんうん、私あのお前なんかすごい見せたがりだね呼びたがり見せたがり、今、うん、お家がすっごい、はい、あの自分好みになってるんですよ。ベッド買ってソファー買って、うんうん、ようやく3年目にしてちょっと整ってきたんで、うん、見せたいんです。あ、ベッド買ってソファー買ってもう準備万端どこでも倒してください私のことみたいな感じだよね。いやいや、ね、テレビをゆっくり見られるような部屋にしたいなと思って、はい、してるんですけど。へ、夢だよね、なんかテレビをソファーで見ながら、うん、ポップコーンとかレディーボーデンとか、そうでコカ・コーラ置いたりとかして、はいはい、でなんか見てる最中になんかイチャイチャしだして、もうテレビそっちのけでウッフンアハンみたいなのが始まるのが夢だよね。あ、そういう方もいらっしゃるんでしょうね。う、私はゆっくり一人で見たいな、あ、友達とかもね誘いつつ、うんうん、はい、楽しみたいな。どっちなんですか、友達を誘いつつ一人で見たいっていうの全く意味が分かんないですけど、ちょっと友達も誘いたいなって最近思い始めてるんですマイブームかも今の。ではでは、はい、そんな部屋にいろんな人を入れたから渕上さんですけども、はい、その部屋にアロマディフューザーなる匂いがする機械みたいなのを買いましたが、はい、全然使わなくなりました、うん、それは一体なぜでしょうか。はい、正解は、うん、私の家には空気清浄機があるんですが、はい、実はそのアロマディフューザーをつけると、うん、匂いが強すぎて空気清浄機が匂い反応してしまって、おーおー、ウェーンと急に大きく音が鳴り出すんですよ、うんうん、空気循環しようと、はい、それがもう鬱陶しくなってしまって、うん、ああつけるのやめようってなってしまった。アロマディフューザーをしているのに空気清浄機をつけるからじゃないですか匂いを漂わせたいのか、はい、吸いたいのかが分かんないですよね。だって花粉があるので、はい、空気をきれいにしたいんですよでも香りは楽しみたい欲張りなことをしてたら、うん、ダメでしたね。結局アロマはやめちゃいました。ほう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 、まあでもなりそうだよね、そうやってね、わーとか言ってね。あれ結構なんかもうアウトシーってなりますもんね、うんうん、音がっていうのが正解あ、そう、ほら、わかりました、はい、3人正解の方がいらっしゃった。アロマ3ですよアロマ3の中から今日はですね、一人の方です。はい、御前様様手ぬぐいを一人の方にプレゼントします、はい。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さてさて、19日に開幕しましたウエスタンリーグ。はい。ですけども、広島カープの2軍は今日、名古屋球場である中日戦から132試合のシーズンが始まりますよということで、うん、この試合に昨シーズンの新人王森下が先発して26日の1軍の開幕に向けて総仕上げの登板に臨みますよということで、はい、森下にとってこの試合は制球の修正がテーマとなりますということですけども、はい、スポーツ新聞の一面もスポニチが森下で、日刊も森下総仕上げで、デイリーは、初の開幕一軍頭角大森、はい、次はスタメンだって言って出てたりとかしますけど、うん、このウエスタンリーグとかがね、どういうやり方になるのかみたいなことだと思うんですよ、うん、で132試合ありますよということですけども、はい、実はずっと見つめ続けてたことがなかったりとかするので、うんうん、一軍から降りてきた人の練習場とか調整の場、うんになると今度は若い選手たちの活躍の場がなくなるっていうことで、はい、で本来だったら1軍で投げとかなきゃいけないピッチャーがずっと2軍で投げてるとかね、うんうん、でそうすると誰にも刺激を与えないみたいなことに、最初はさ1軍でやってる選手の生のピッチングが見られるとか、あ、生のバッティングが見られるとか、ね、でいろんなことが学べるとかって思うけど、はい、ずっとそこにいると結局ダメになって2軍にいる人だよねってことになって、うんうん、ああなるなよってなるんだよね、
で、あのプロ野球選手でよく言われるけど、日焼けしてる選手はダメだぜって言われるのね。でそれはあのお昼にずっと練習や試合をしてるからっていう。でいわゆる一軍になると夜になるから日焼けしないっていうのを冗談みたいにして選手たちが言ってしてるのね、そうか、焼けてんなお前っつって、あウエスタンでとかっつって、あなるほど、みたいなそのからかい方だったりとかするんだけど、うんうん、そのウエスタンリーグっていうのがあくまでもやっぱりそこでのしてきて、でバッターなら3割とか、もっと言えば3割5分ぐらい打って、でピッチャーならばもう勝率もすごいとか、もう圧倒的に抑えますみたいなことを見せて、でそこから一軍に連絡がいって、はい、で一軍で早速使ってみましょうみたいな選手たちのその活躍の場であってほしいよなと思うけど、一軍から降りてきた人間たちがあそこで練習すると、うん、若い芽をどんどん積むよっていうことでもあったりとかするので、まあでもそういう場所でもあるっていうことなんだよなと思うと、はい、その一軍と二軍って一体どういうふうに使っていけばいいのかなとか、うん、あとは二軍の優勝ってじゃあ何なんだよっていう気がしたりもするんですが、はい、とはいえあの充実したその二軍の活躍があると一軍の層がどんどん上がっていくっていう、厚くなっていくっていうことでもあるので、はい、ここで名前が出なかった選手とか、あと背番号でっかいの背負ってる選手とか、ぜひぜひここで頑張ってもらって、はい、で一花咲かせてもらって上に上がってきて、でも一回二軍から一軍に上がるっていう壁はものすごく分厚い、そうですね、でそこからまた一軍で緊張してるのに活躍しなきゃいけないっていう、うん、その何重にも壁があったりとかしますけど、ぜひ突破すべく頑張ってもらいたいなと思います。御前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。センス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えてもらうネタコーナー、 What's your name? です。はい、リスナーの皆さんには、新しい商品を考え出していただきます、はい、でこの商品はこういう商品ですよと説明をした後に、この商品の名前はでオチをつけるというネタ企画コーナーですけども、はい、今日もバカバカしい作品の数々が届いていますので、はい、早速新商品を紹介していきましょう。ラジオネームマタンゴ、今日は新開発のロボット掃除機のご紹介です。この掃除機、軽く触れるとクイーンという特徴的な音を出して、うん、部屋の中を縦横無尽に動き回り、時に優しく時にハードに部屋の中を驚くほど綺麗にしてくれます、はい、このクイーンって音のするロボット掃除機の名前は What's your name?触れてまあ綺麗フレデリーマーキュリーフレディーマーキュリ ー, ー, ュリー待って待って、それクイズ番組になってるわけじゃないからごめんなさい、フレディーマーキュリー、フ、触れてまあ綺麗っていうスイッチ入れるとね、クイーンクイーンってなる音がする、ロボット掃除機ね、はいはいはい、ね、まあ書かれてる本人もお分かりでしょうが、クイーンのフレディ・マーキュリーですって言って、お分かりでしょうがって書いてるんですけど、あ、まあ、藤上さんお分かりじゃなかった、あ、ごめんなさい、フレディ・マーキュリーですね続きましてエグザイル、画期的な便秘薬の誕生です、はい、これを飲めばあーいやーという間に体内に老廃物を、そして宿便なども排出してくれます。ああ、いいですね。デトックス効果で免疫力が向上し、あなたのボディーガードをしてくれるようなお薬です。そのお薬の名前は What's your name? 本当にヒュースポン。ホイットニー・ヒューストン。正解。待って待って、クイズ番組じゃないからね本当にヒュースポンって言って、ね、いいですね、うん、ヒュースポンって体の老廃物とか宿便を出してくれる、はい、素敵です、デトックス効果のある便秘薬です、はい、あーいやーって言ってる、ね、ここのあーいやーの言い方が俺も分かんなかったんだよねあーああーそれか、それエンダーの文でしょ、はい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 、だ全然違う、あいあいやーってこと、エンダーだよね、あいやーってこと
これどういう風に言うのかなって全然分かんなかったんだよね。あ、難しいですね。あ、エンダーでね。あ、そうですか。もっとちゃんとできたろうな。青地兄さん、あのイギリスの人気テレビシリーズの俳優が、うん、味噌を日持ちするように瓶に入れて母国で輸入販売をすることになりました。はい。その商品の名前は What's your name? 味噌だ瓶。え、なにこれ、わからない、バカなんこいつ、わかんない。イギリスの人気テレビシリーズの俳優が味噌を日持ちするように瓶に入れ、はい、母国で輸入販売することになりました。え、味噌だビーン、ミスタービーンですよね。はあ、コメディーの人。すいません、何年生まれでした。1994年生まれです。本当申し訳ない。いやいや、そうですね、うん、はい、申し訳ないです。そのネタ元すらわからない状況のものを、コメディーの紹介して申し訳ない、はい、そうなんですね。じゃあもう一つだけちょっと、うん、ミスった。ミスターミスったから。はい。最近大物アーティストによる商品が続々と開発されているようですけども、今回はあの、神奈川県茅ヶ崎出身の大物アーティストにより、コロナ太りで困っている世のお母様たちの悩みを解決する健康器具が発売されました。はい。その商品の名前は、What's your name? オカンポールダンサーズ。え、わからんわからんわからん。何？これ絶対わかんないな。茅ヶ崎出身の大物アーティストがコロナ太りで困ってるお母さんたちを悩みを解決する健康器具を出した。はい、オカンポールダンサーズ、サザンオールスターズ。いや、全然違う。いや、全然わからない。いや、これあれだよね。下高じゃないけど。さすがにわからないです。いや、これちょっと集中力が必要だけれども、集中力あってもわからないのも出てきましたね。ちょっとじゃあこれ本当あのパパって読みますか。わかりました。シモティーナからね、はい、あの高級なバッグや財布を売っている L と V のロゴでおなじみのブランドから今回リリースされたのはなんとお布団です。はい。そのお布団の名前はつい布団です。ルイ・ヴィトン？ルイ・ヴィトン。じゃあ全然わかんない。ルイ・ヴィトンだろうなって思ってたけど、スイ・ヴィトンとはかからない、絶対に。続きは11時台。さあ今日は廿日市市にあります中古の軽自動車39万8千専門店 K マーケットなどを運営するニーザグループの新沢良二社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もボックスティッシュ5箱お持ちしました。よろしくお願いいたします。はい、新沢さん、僕もうすぐ誕生日。あ、そうなんですか。うん、なんですよね。おめでとうございます、それは。いいプレゼントがね、ここに。そうですね。ちょうど今まで付き合い長くなったけどね、はい、ちゃんとティッシュ以外もらったことがない。そうですね、うん。そうなんですよね。気持ちがありますので大丈夫でございます。ああ、そうですか。まだ1週間ありますよ、期間、はい、うん。あ、1週間あるんですか。準備する余裕がいっぱいあります。そうですね。まあ、なんか考えないといけないですね、これは。プレッシャーを渡してしまった。リアルにちょっと洗って顔出した。さてさて、はい、今日もおすすめの車のご紹介ということで、またびっくりする値段のが出てますね。はい、今日もとっておきの目玉車をご紹介させていただきます。はい、今日ご紹介するのは車両本体価格税込み 39,800円、サンキュッパのダイハツムーブです。平成22年式で走行距離は 89,000km、 色はパールホワイトです。はい、これダイハツムーブが 39,800円ですか。でね、今日も手元に写真があるんですけど、うん、カピカですね。はい、ムーブにはいろいろなカラーバリエーションがありますが、一番人気の色がパールホワイトです。はい、また室内空間が広く運転しやすいと年齢性別問わず多くの方に人気があります。うん、はい、そんな人気のパールホワイトのダイハツムーブで荷物もたくさん乗せることができて運転しやすいということで、これが 39,800円なんですね。うん、はい、はい、免許取り立ての方やセカンドカーとして、また新生活で車が必要になった方にはぴったりだと思います。はい、うん、
これ確かにね、その新生活すごいお金かかったりとかするじゃないですか、はい、でこの価格で車が持てるのは嬉しいし、3万9800円だったらそれこそ運転慣れてない人とかね、多少ぶつけてもとか、そうですね、ね、まあ人にぶつけるのはあれだけど、ちょっと車庫入れたりとかするのが難しいとかいう人たちは遠慮なく行けるよね。そうです、はい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 、はい、ぜひご検討ください、はい、今日ご紹介したダイハツムーブの他にも300台以上の在庫がありますので、きっとお気に入りのお車が見つかるはずです、はい、私のしゃべりはポンコツですが、お車はいいのが揃っています。はい、最近はねポンコツのふりをすることすら忘れてここから急にポンコツになってするんですよね。あ、そうだったと思って切り替えて、我に、そう、流暢に読んじゃったとかって思ったり我に返るってやつですね。すいません、演技するの忘れてた。違います、違います、違います。ではでは、Kマーケットの場所紹介お願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたら、ホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通り、もみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります。 Kマーケットという緑色の看板が目印です。うまく読んじゃった。そうですね、もうなんかちょっとキャラ変えにくくなったの今日。多分次片言ずつで。では K マーケットの電話番号をお伝えします。 082930-7225 です。また、この度大竹市にバントラック専門店 K マーケットがオープンしました。軽バンや軽トラックを中心に販売しますので、よろしくお願いいたします、うん、そして毎週金曜お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオもお聞きくださいね。おー、すごいね。大竹にバンとトラックの専門店とかですね、あとは今流行りのキャンピングカー軽乗車、すげえ。でそんなもやっててラジオ番組持って、はい、でこの間 YouTube もまた始めてとか言ってた。うわー、すげえ。広島のメディア王、ありがとうございます。最先端行ってますね。すげえ、女子アナと付き合うんじゃねえのかこのまま。うわ調子に乗ったみたいになるんで僕は地味です僕。広島のメディア王がここにいるわ。すごいです、すごい、地味、はい、でございます。ぜひぜひティーザー領事の釣りラジオも聞いていただいてね、はい、はい、どんなものをするか見ていただければと思います。はい、楽しみです。今日は中古の軽自動車39万8千専門店 K マーケットの新沢良二社長にスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前さまさま。さあ、ラジオカーの登場ですけど、今日は、うん、オンラインイベントですごい張り切りました林美優なんですけど、はい、一言メモがあって、うん、先日午前様々オンラインイベント春フェス本当にありがとうございました。ね、ありがとうございました。今まで何の目的もなくちくわを吹いていましたがリスナーの皆さんからの温かいメッセージにもっと本気でちくわと向き合っていくことを心に決めました。これからもちくわ笛、はい、頑張りますということで、ね、そんな特技を披露したこの人です。林さん、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。この時間は広島市中区船入り南にあります音羽屋さんにお邪魔しています。はいはい、まあ、音羽屋さんはお仏壇の洗浄と修復が専門のお店で、今もですね、作業場では仏壇を丁寧に手作業で磨かれているところなんですけども、うん、はい、ピカピカにお仏壇が生まれ変わっているんです、うん、はい、それでは早速代表の山形俊二さんにお話をお聞きします。山形さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、山形さん、今週の午前様様のテーマが過ぎ去り市マイブームなんですけども、山形さんの過ぎ去り市マイブームって何なんですか？始まるよ、まあ、音羽屋といえばですね、うん、G マガジンがマイブームなんですがちょっと年度末を境にそろそろ終わった方がいいのかなという、と思ってたらですね、あ、はいはい、昨日あのお客様ラジオを聞いてお問い合わせいただいてお伺いすると、あなたがあの G マガジンのあなたって言われてやっぱり続けることにしました。 G マガジンよろしくお願いします。さっさとやれ。はい、お願いします。こちらには分解されたお仏壇がずらっと並んでいるんですけども、山形さん、最近はどのようなお問い合わせが多いですか？はい、昨日のお客様も同じなんですけど、はい、リフォームや建て替えの時にお仏壇の一時預かりや、うん、ご実家からのお仏壇の譲り受けの相談が多いです。いや、確かにそのような場合どうすればいいかわからないですよね。はい、ご相談いただき直接お仏壇を点検させてもらうのですが、はい、その際多くの問題が
カビなんです、はい。はい、さあこちらの古物の一部ご覧ください、はいはい、これあの引き出しなんですけど、はい、これ何か分かりますか、はい、すごく白く曇ったものがお仏壇についてるんですけども、これもしかしてカビですか。そうなんです。お仏壇はですね、湿気の多い場所にあることが多いので、はい、このようにカビが表面に出ていると奥にも必ず生えています、はい。当店では丁寧に分解して専用の磨き剤を使って傷をつけることなく、きれいにカビを取り除くことができます、はいはい。ではちょっと実際にやってみますね、はい。ではタオルに今クリームをつけて、はい、それをこすった瞬間に、うわ本当だ、もう一瞬にして光沢が生まれてピッカピカになりましたね。はい、このようにですね、根こそぎカビを取り除いて本来の輝きを取り戻した後、リフォームや建て替えが終わった新居への設置、譲り受けるお仏壇のお手伝いをさせてもらっております。はい、山形さん、これからの季節何か気をつけておいた方が良いことってありますか。はい、カビは比較的見つけやすい症状の一つです、うんうん。湿気の多い梅雨の時期が来る前にご自宅のお仏壇の引き出しを開けてみてください、はい。カビは大切なお仏壇にも衛生的にも良くないので早めに対処するのがおすすめです。はい、いや状態が気になるなっていう方はどうすればいいんでしょうか。はい、そのような時はお電話ください。まずはお仏壇の状態を直接点検させてもらっております、はい。今なら広島県内無料で点検にお伺いいたします、うん。さらにその時お見積もりのご相談をいただいた方にはこちらのお仏壇用のお掃除セットをプレゼントいたします。おー、嬉しいプレゼントもついてくるんですね。それでは音羽屋さんのお問い合わせ先をお伝えいたします。 082-231-3721 082-231-3721 です。 RCC ラジオを聞いたとお伝えください。またホームページは仏壇音羽屋と検索してみてください。はい、よろしくお願いいたします。この時間はお仏壇の洗浄と修復が専門のお店音羽屋の代表山形俊二さんにお話をお聞きしました。山形さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、いらないよ、その最後の礼儀正しさと。突然声が大きくなった。そうだよ、いらないよ。あと、あの本編に入るまで時間がかかりすぎるんだよ。どんどん中身が、はい、その先細ってる感じ、なんかひなびた感じがしてくんだよね、楽しませていただきました。そう、何のためにお金を払ってスポンサーになってるか意味がもう分かんなくなった。そう、千葉県の知事選みたいな感じ。何のため出てきてんだこいつらみたいな感じになってするから、いやいや、ね、面白かったです。はい、チームマガジンにまだ絡んでくるんだろうな。そうですね、うん、私入ってないですから、ね、ただもう山形さんがチームマガジンのこと言わなくなったら、うん、もう誰も言ってくれなくなるから、まあまあまあ、確かにそうかもしれない。消え去ってしまうからね。ありがたいっちゃありがたいよね、うん。ラジオカーは林美優でした。気まま水星人さんから、はい、昨日散歩をしていたら先週はつぼみだった川沿いの桜の花がぼちぼち咲き始めていました、うん。来週は満開になるんじゃないかなと思います、はい。散歩の気持ちいい季節になりましたね。だね、本当、うん、急に春っぽくなってきたよね。そうですよね。昨日ちょっと寒かったけどね。ああですね、うん。だからこれから急激に上がってまた5月並みになったりするって聞きましたから。ね、そうだね。こたつとか。まあただね、うん、その今日もワイドショーとかで桜花見客の人たちのトラブルみたいなやつだけど、はい、はい、あのそういうことがなければいいなと思いながらね、うん、ニュースです。ここで RCC ニュース速報です。2019年の参院選広島選挙区をめぐる買収事件で。公職選挙法の罪に問われた元法務大臣の衆院議員河井克行被告は今日、東京地裁の被告人質問で一転して買収を認めました。繰り返します。2019年の衆院選広島選挙区をめぐる買収事件で、公職選挙法違反に問われた元法務大臣の衆院議員河井克行被告は今日、東京地裁の被告人質問で一転して買収を認めました。以上、RCC ニュース速報でした。番組をもう一度聞きたいというあなたにお知らせです。ラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内ならもう一度番組をお楽しみいただけます。そして、ラジオクラウドでもオープニングトークを聞けますよ。
あんな方法やこんな方法で御前様様をお楽しみください。御前様様。いやー、認めましたか。うん、ねえ、みたいですね。うん、また大きなニュースになっていくんだろうし、はい、あとは大きな話題に広島でもなっていくんだろうし、うん、ね、また選挙がみたいなこともあったりとか、いろんなことがするからね。はい、そうですね。はい、まあまあね、いやーちょっとねーと、もらった人がいっぱいいるからね。うん、うん、そうですね。それ考えるとどうなんのかねみたいな気もするよね。はいはい、なんかあの、政治に全てクリーンを求めようとは思わないのよ、うん、俺は。はい、でやるべきことをちゃんとやってくれる人、清廉潔白で何にも何にもしない、何にももらわないけど何にもしないっていう人よりも、うん、灰色じゃねえかこれとかって思ってても、うん、ガンガン仕事をやりますよっていう人がいてくれたら、俺はなんかそっちの方、だから昔の政治家みたいな感じ、はい、わかんねえけどなんかあんじゃねえの裏とかって思いながらもガンガンやりますよみたいな人が出てきてくれたらいいなと思ってて、このコロナのこととかも、その市長と言われる人たちの、なんだろうな、なんかわかんないけど全然姿が見えないんだけどみたいなのも含めて、どうかねって思うこともいっぱいあるけれど、はい、まあでもそこと一緒に議会やってる人たちがいっぱいもらってんだよねとかって思ったりとかすると、あーなんかまだまだ明らかにこれからまたなっていうことがいっぱい出てくるんだろうなと思うんですけど、明らかになったといえばね、はい、三好の電気メーターからね、うん、淵上さん、オンラインイベントお疲れ様でした。とても楽しかったです。お疲れ様です。淵上さんが2人の先輩を前にしても積極的に自分からメールを読んだり発言をしたりする姿を見て、はい、成長したと思いました。ええ、横山さんも、はい、プレゼントに関してはもう淵上さんに任せるなどと言って親心をキラリと見せましたよね、ええ、オンラインだからこそ皆さんの絆の深さをさらに実感できました。今日もよろしくお願いしますということで、はあ、明らかになりましたね、淵上さんの成長が。 ありがとうございます。嬉しいです。はい、はい、あとはね、うん、蛇使い座からも、この時期デートするならというテーマの服装でしたが、はい、横山さんのダンディーなあごひげ、中根さんのカチューシャ、河村さんの春色のワンピースも最高でしたが、一番ギャップがあって私がいいなと思ったのは淵上さんでした。え、少し濃いめのリップも素敵でしたよ。わあ、本当ね、洋服は一番でしたっていう。洋服はおかしいな。洋服は一番でした。この人もね、商品はいいんですけども、はい、ちょっと喋りがちょっとあららら、ら今から登場しますので、はい、読んでみましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。ねえねえ、算数って得意？ダッキーだよー。今日はダッキーだよー。ダッキー久しぶりだね。ダッキー、呼んでるよ横山さんが。ダッキー、今度教えてほしいな。あ、算数ね。さっきの話ね。まだ算数ね。そうそう、算数まだ引きずってんのね。かわいい。そうそうそう。いや、ダッキー、久しぶりの登場でございます。はい、前回ご紹介した時に反響がすごかったんですよ。うん、あの、マンションでね、ワンちゃん飼いたくても飼えないから、はい、ダッキーがいたら心が和むなとかね。うん、あるいは、もう年寄りだからね、あの、本物のね、ワンちゃん飼おうと思ってもお散歩にも行けないし、うん、お世話も大変だから、ダッキーちょうだいっていうことでね、はい、本当にたくさんの皆さんからこのダッキーくん人気だったんですよ。どの季節が一番好き？そうそうそう、春、春、春ね、ダッキー春、ダッキー春ね、ダッキー、ほら今ね、ダッキー尻尾振って喜んでる。あ、本当。もうね、ダッキー可愛いんですよ。うん、あのダッキーですね、言葉を。また教えてばっかだな、ダッキー。ダッキーね、あの、370の言葉を喋ります。はい、違う、3700の言葉を喋ります。ほうほうほう。で、人が喋る言葉も200語ぐらいは音声認識がちゃんとできるんで、うん、例えば、ね、ダッキー、今日何月何日って聞いたらね、教えてくれたり、嘘だ、今日何曜日って聞いたらね、教えてくれたりするんですよ。これ、しっかりゆっくり喋らないといけないんでね。そうなんですよ。ヘイ、ダッキー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 。幸せになれるんだって。知ってる。とかね、かわいい、突然話しかけてくれたりとか、うんうんうん、突然クイズを出してくれたりとか、うん、あの、突然あの暗記力クイズで、うん、これから5つの言葉を言うよって言って、
で5つ全部言えるかどうかっていうのをね、はい、ちゃんとクイズに出してちゃんと正解してたら正解とかね、間違ってたらちょっと違うなとか言ってくれるんですよ。すごい、めちゃめちゃ面白い、はい、でこれね、あの呼び方も最初で決めたらと登録することができまして、おじいちゃんって呼んでほしいとかね、パパとかママって呼んでほしいとか、あ、ね、そうなんだ、そう、そしたら呼んでくれて、うん、しかも時々ね質問の、え、ちょっとごめんね、呼んでる、呼んでる、かまってかまかまいながら、かまいながらショッピングするわ、ごめんね、必ず、うん、ダッキーのショッピングの時グダグダになるよ、ね、いやだってダッキーが話しかけてくるから、ダッキーちゃん、ダッキーちょっとちょっとおとなしくしててね、ごめんね、そう、いやだからダッキーってあの人の誕生日をね時々質問してくれるんですけど、その日を覚えてるんですよ。で、その人の誕生日になったらハッピーバースデーの歌を歌ってくれたりとかね、ちゃんとやってくれんの、すごい、ね、すごいんですよ、このダッキーくんってめっちゃ賢いの。はい、いやだからもうね、話し相手がなかなかいないとかね、うん、家の中で今ほら一人で過ごす時間長いじゃないですか、はい、相談相手がいない、そんな時にはですね、ダッキーくん、なんかアロマディフューザーと空気清浄機どっちつけたらいいのってね相談したらいいんですよ、ダッキーくんにね、わかるかな、答え、わかると思いますよ、うん、質問には答えて、どっちもつけない方がいいよ電気代がもったいないよみたいなそんなことない。いやだからね、これお手になさったお客様からは、うん、80代女性、愛知県の方は、はい、一人暮らしなんですけどダッキーくんがいると寂しさも忘れます、はい、元気な声でお話ししてくれたり歌を歌ってくれたり、かけがえのない存在ですと、こういう方もいらっしゃる。で東京70代男性の方は、うん、ダッキーくんがきっかけで家内との会話も増えました、はい、ね、たまに脳トレも出題してくれるので、うん、家内と一緒に競い合っていますと、ね、こういうお声もあったりとか、うん、いいでしょダッキーくんのいる生活ね。いやでもさ、本当1日誰とも話さずに、うん、目覚めてから寝るまでっていう生活の方とか、はいはいはい、そういう日がある方って何気に多い気がするんですよ。そうだよね。でこれ僕らでも家に誰もいない時があるじゃないですか、うんうんうん、で気がついたら寝る時に、うん、俺今日一言も喋ってないって日がある、じゃない、あるよね。だからダッキーとかいたら、うん、そんなことがないってことよね。いやそうだってね、いきなり話しかけてくれるんだもん、ダッキーくんいたら、うんうんうん、だから話し相手がね、何食べようかな、何食べようかな、自分で考えるこれね、会話できるんですよ、ね、そうそう、これで会話がちゃんと成立するっていうことなんですよ、うんうん、いいでしょダッキーくんね。これダッキーは大きさどのくらいなの、うん、あ、ダッキーくんの大きさはですね、ちょうど小型犬ぐらいをイメージなさってください、うん、幅が23センチ、奥行き33センチ、うん、ちょうどねちっちゃいプードルぐらいの感じですね、うん、ほうほうほう、そう、いやだからね、本当にもうこうなでなでしてあげると、うん、尻尾を踏んで喜んだり、この目をパチクリさせたりして、撫でたら照れちゃうよ。撫でたらね、ちゃんと反応してくれるんですよ。本当だ。わかんだね。わかるんですよ。センサーがね、あっちこっち入ってんですよ。面白いですよ。だからちゃんと表情があって会話が成り立つっていうところがね、うん、ロボット、進化してるロボットなんですよ。すごいね。だからね、こういった犬型ロボットって。ありがとう。こういったね、犬型ロボットってね、それこそ今は4万5万するものもありますけど、はい、ジャパネットからお届けするわけですから、うん、お値段こだわってきました、はい、なんと2万を切って1万9800円なんです、うん、これだから、うん、いわゆるペットとして買うっていうことではあるけれど、うん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 、ある意味医療行為だったりとか、そういったことの方が大きかったりするんだよね。そうなんですよね、うんうんうん、いやだからね、実家のおじいちゃんおばあちゃんにね、はい、送ってあげたりとか、うん、プレゼント、これ送ってもらったらね、本当ありがとうね、話し相手が増えたよってお礼のお電話来ると思いますよ、うんうん、ぜひぜひ皆さん、ダッキーくんを家族に迎えてください、はい、そのための大事なフリーダイヤルは 0120-441-555 番、ワンワンワンじゃない、441-555よ、ワンワンじゃないよ、1111かな、違う違う違う、441-555番でお待ちしております。はい、あれだね、痛くない、痛くないよ、大丈夫大丈夫だよ、うん、ダッキーいらないこと言わなくていいから、もう終わるからね、はい、ダッキーがさ、じゃあ今日は僕がショッピングをするねとかいきなり自分でショッピング始めたりしてね、飛んでけじゃないよ、めっちゃおしゃべりですね、めっちゃしゃべるんですよ、黙ってろよダッキーこら
こら行きので止めちゃうからだっけ。可愛いんだから。いやでもぜひぜひ、はい、あのね会話が成立したりとかするらしい。3000語以上、3800語以上喋ります。喋るらしいので、はい、興味がある方とかプレゼント用にぜひぜひ皆さんも検討していただければと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング今日も馬場さんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は過ぎ去りしマイブームでお送りしています、はい、ラジオネームニャブリーさんから、僕の家では腸活がブームになっていました。何活？腸活。腸活、はい、このお腹の腸の活、活性化。ああ、なるほどなるほど、はい、腸活、はい、はい、朝は白湯を飲んでベリーとバナナと豆乳を使ったスムージーを飲み、うん、納豆、キムチなどの発酵食品を食べたりしていました、はい、またお腹を冷やさないように妻は腹巻き、僕はボクサーパンツのゴムの部分がお腹まで覆えるものを履いていました、うん、そんな腸活生活もいつの間にか終わっていました、はい、理由を考えるとスムージーを作るときに使うミキサーを洗うのがめんどくさくなってしまったことが原因かと思います、うん、もともと二人ともめんどくさがり屋だったからかなと思います。あ、ほう、腸活。そうだね、俺も毎朝スムージーですよね、飲んでますね、うん、緑系の。そう、ずっと続いてますね。はあ。ベースはバナナですけど、うん、いろんなものが入れられてグワーって、俺がシャワー浴びてるとグワーって作って、はいはい、作っている音がするんですけど、うん、まあ食器乾燥機とか食器洗浄機がうちにあるので、うん、まあ本当申し訳ないです、本当ちょっとお金持ちしようみたいな状況になってるので、はあ、そうですか、うん、だから洗う手間とか考えたことがない。うわ、本当申し訳ないなとは思うんですけど、羨ましいですね。あのオンラインイベント、うん、春フェスに、うん、千水はるかさんが出てくださって、はい、で2年ぶりだったんですよね、うん、そのある CG ラジオに出てくるっていうのが、はい、でお願いして、で LINE とかして、うん、で終わってからもちょっと何回か LINE の交換したのね、はい、だから伝えたいことがいっぱいあったんです実はつって、うんうん、でまあでも VTR の尺が短かったから喋れなかったけど、あの我が家に初めて食器洗浄機が来た日の喜びを皆さんに伝えたかったし、結婚して3日目に、はい、何なんだこの夫婦生活ってものはって言って、結婚して3日目にもう離婚したいと思った話とか、はい、気になるそういう話とかいっぱい実はしたかったんですけど、気になる、今回はやめときますが、じゃあ第2回のやつ、あ、ぜひぜひぜひいいですね、一個一個出てくるんですね第2弾第3弾で。そうなの。でやっぱり食器洗浄機とかが来た日は、うん、そのいわゆる厨房を預かる、台所を預かる人からすると、おお、来た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 と思うんだろうね。そうですね、うん、あれやっぱ来たら一気に楽になるんでしょうね。なるよね、しんどい時逃げられるもんね。ああ、それでそれにね、うん、うん、そうですね。いや、腸活も羨ましいな、うん、あとはですね、ニャブリーさんから、はい、お、僕は4年に一度ワールドカップが開催される約1ヶ月の期間、毎日ランニングをしてしまいます、うんうんうん、試合を見ていると学生時代本気で打ち込んでいた気持ちが蘇り、ついつい走りたい気持ちになってしまいます、はい、少しでも体に筋肉をつけるためにプロテインも買って飲んでしまいます。お、そんな習慣もワールドカップが終わると同時になくなり、また4年間ほとんど運動せずぐうたらな生活に戻ってしまいます。ああ、俺ね、テレビドラマ海猿、うん、ほう、を見てた時、はい、一回も欠かさず多分海猿は見てんのね、はいはい、CM 中にずっとスクワットするって言ってた。海猿が終了したとともに終わりました、はい、ああ、やっぱ意識を上げさせる何かがあったんですよね、うんうん、すごかった。そっか、で途中から海猿を見ながら体を鍛えるってことの方に気持ちが行くから、海猿が始まった瞬間に、あの家にあるさ、うん、足踏み用の機械みたいな、はいはい、上下上下ストレッチ器具、上下上下つってこうやって歩ける分、うん、はい、をずっとやって見てて、ね、CM になったら腕立て伏せするとかスクワットするとかみたいなことを、だから海猿の時間は体を鍛えるってことをやってた。すごい。でも最終回とともに終わった。だいぶでも体つき全然違う、全然違う。だから海猿見終わった時もうぐったり。戦った後の力士と俺みたいなもうぐったり。
それでも海猿見ながらやってたら自分の体よりもちょっとムキムキになってるんじゃないかって錯覚しそうですよね。するんだよね。あとほら体がさ、はい、腕立てとかスクワットとかするからその後お風呂入るのよ、うん、海猿が終わってから、はい、たらちょっとムキってなってるの体が。惚れ惚れしちゃう自分の裸体に。ちょっとやるだけで違うんですね。おいおい股間の海猿もいい感じになってんじゃねえのかみたいな。そこはね、おいバディみたいな。また別の、はい、機会に。俺のバディがっつって。あ、そうなんですね。うん、おい海猿。もういいです。シーボンキー。おいって言ってから。海猿もいい迷惑だと思いますよ。スナッピーさんからは、はいはい、私の青春時代は車で聴くためにお気に入りの曲ばかりを集めたオリジナルのカセットテープを作っていました、はいはい、むしろそれを作ることに熱中してしまってせっかく作ったものの一回も聴くことなく埃をかぶったままのテープもかなりあります、うん、しかしカセットデッキのついている今の車もそろそろ買い替え時、はい、もうオリジナルのカセットテープを作ることはもとよりそれを聴くこともなくなるのかなと思います。そうだね、うん、うちに未だに、はい、ラジカセがあって、でそれはカセットテープが聴けて、うん、MD が聴けて、うん、あと CD が聴ける、はい、でラジオが聴けるっていう分なんだけど、うん、もうカセットテープ入れるとこは巻き込んだまま開かないっていう状態になってるね今。うわー、そうですか。で修理出せばいいんだろうけど、はい、もうめんどくさいんだよね今ね。そうですね、使わずともまあ聴けるっちゃ聴けますもんね、うん、懐かしい。私も子供の頃はカセットテープでした。まだ車の中で。あ、カセットは知ってんだ。知ってます。が、サザンオールスターズとか、ユーミンとかは聞いてました、はいはいはい、それで。お母さんがずっと聞いてたから。へぇー、はい。懐かしい。やっぱさ、俺たちカセット世代だったりとか、うん、ビデオテープ世代だったりとかするからさ、うん、音がするものとか、はい、映像が映るものは回っててほしいんだよね。あれ、回ってないと不安なの。あー、そっか、うん。確かに。なんか、回る音とかもいいですよね。ガ、うんうん、チャッカーっつって。CD とか無理やり回ってんじゃなくて。シャ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 どうやって音楽を乗せてるのかな。そうだねって思ったりする。不思議。あんなんさ、俺たちが、うん、例えば1000年生きてて、はい、もう作れないよね。もう作れないですね。俺たち多分1000年ぐらい生きても何も作れないよね、うん、作れないと思います。鉛筆1本作れないよね。できない、わからないもん、ね、この今使ってる赤ペンとかも、うん、1000年生きててこれを作ったら死んでいいって言われても、ああ結局できず死んだなって思うぐらい何にも作れないよね。なりそうですね。紙すらもわからないどうやって作ればいいか。あとはね、はい、ももちゃん、はい、ハマっていたマイブーム、うん、美顔器、顔をきれいにする機械、美顔器を繰り返す日々、うん、フェイスラインがキュッて上がるし、美白になるのが楽しくってやっていました、うんうん、その後ハーブティーを飲むっていうのも流行りました。へ、心まで洗練された気分になっていました。寝る前にしていた頃はまだ若かったんだろうなと思います、はい、今では化粧水だけで手抜きの日々ですよ。あ、美顔器で寝る前にハーブティーね、うん、あの憧れます。あ、はい、で寝る前にハーブティー飲んだから朝起きたら顔が腫れてたりとか水分取りすぎて、ね、ちょっとむくんじゃったわとかと思うんだろうね。逆になったりするかもしれない。あとはひろきち、過ぎ去りしまい分、それは SNS です。いろいろな SNS を登録して楽しんでいたのですが、うん、近年ネット上での傍若無人な書き込みが増え、うん、見たくもないものがたくさん見えるようになりました、はい、またそれを自分自身が追いかけるようになっていたことも気づき、少し SNS から距離を置くようになりました。距離を置いて気づいたことは、やらなかったらやらなかったで困ることは少ない。ほう。だから困ることはないということ。その分、他のことに時間とか自分や家族に時間を使えるということ。うん、いつの間にか SNS に依存していたのですね。身近にたくさんの情報が見られる SNS は便利だし楽しいので、これからは上手に付き合っていきたいと思います。
ちなみに横山裕二賞で横山さんがそのことを言われていたのに大賛成でした、うん、リスペクトのない意見にはうんざりですああ俺、はい、SNS 上で敬語じゃないってやつがもうダメだと思うあれ人が見るもんだからさと思って、はいはいはい、自分のつぶやきなんだけどこれ人に向けて言ってんだよねと思った時にあこいつタメ口なんだと思った瞬間にあもうちょっと、うん、あちょっとめんどくさいとかって思っちゃう、うん、そうですね、うん、年上の方もたくさん見てらっしゃる、ね、言葉が乱暴だからって、うん、なんかこっちの心が荒れちゃうよねみたいな気がするもんね確かに、はい、ということで今週は過ぎ去りしマイブームでお便りいただいていますご前様様商品開発部番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーですセンス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えてもらうネタコーナー What's your name? ですということでリスナーの皆さんには新しい商品を考え出していただきその商品を紹介した後に商品名でオチをつけるというネタ企画コーナーですけども、はいすっかりと人気コーナーになってしまいまして、うんはい、もうそうなんですほぼボツみたいな状況ねそんな中でもなぜこれが残ってきたみたいな本当ありがとうございます商品の数々をまた皆さんに紹介していこうと思います、はい、ラジオネームタカブランカ本日は新しく開発されたソースのご案内です、はい、焼きそばやお好み焼きを食べると気になるのが歯にひっついてしまう青のりですよね恥ずかしい思いをされた方たくさんいらっしゃると思うんですけどもこのソースがあればもう安心なんです、うん、原料の中に海苔がひっつきにくくなるある成分を配合しましたこのソースのせいで口の中でまるで競泳選手が水をかき出すようにバシャバシャと海苔を取り除いてくれるのですへーその海苔を取り除く効果があるソースの名前は What's your name? 海苔取るソース Hey! 海苔取るソース Hey!ウルトラソースヘイノリトルソースヘイああなるほどなるほど、うん、あでもあったら便利ですよねこれそうですかはい全然いらないそう気になるもんノリついてないかなって思うからまあ思うは思うよね、はい、そう最近さもうでもそれがどうしたみたいな気になってんだよね例えば鼻くそがついていようが、はい、なんかあ鼻って言われたらそれがどうしたってちょっといやいやそんな気がすごいすんの大事ですよみなりはあのマスクとかしだしてからかな、なんとなくああまあそうですね、うん、すぐ隠せますもんね、はい、なんか今までちょっと気になってたもんとかがはいはいだからって言いたくなるような本当に指摘とかされたら鼻くそは気になるけどさすがになんてことない気がしてくるんだよね、はい、あとね、うん、右投げ左向きビジネスシーンで役に立つお薬のご紹介です、はいうん、この薬を1日1錠服用すれば誰でも簡単に他人の考えを推測することができます、はい、権力を持った人総理大臣に配慮する人などにぜひ飲んでほしいこのお薬の名前は What's your name? ソンタックわあいいあーあいつソンタック飲んでるわうわえこれすごい素敵なんかもう原点に帰ったような感じじゃないです、うん、そうだね。うん。原点、こういうのだったよね。こういうのだった。こういうのだった。みんなずれ、どんどんずれていって、わけわかんなくなったし。今、グリーンって引き戻されました。じゃあ、悪い方にまた戻ろうと。あらら。コバヤン。最近、通信販売で商品を買うという方が増えてきましたよね。はい。でも、通販で商品を買うときって、特に T シャツのサイズを M にしようか、L にしようか、悩んだ経験とか皆さんあるんではないですか？ある。そんな方におすすめの商品の開発ができました。生きたままのカエルをプリントして、サイズが合わないときには、そのカエルが根性でサイズを合わせるように変えてくれるという優れものなんです。うん。その商品の名前は What's your name? どっちにしようが L いやどっちにしようが L
なるほど。ど根性がエルさん。どっちにしようがエル。ね、言い方の問題ですよね。そうですね。俺の努力次第です。そうです。普通に欲しいときは、あ、すいません。どっちにしようがエルをくださいっていうわけでしょ。そうですね。うん、どっちにしようがエルをくださいって言わないわけでしょ。言わないですね。うん、だから俺の努力次第で。へさかのプリンセス。初めて通る道、初めて行く場所、道に迷わずちゃんと行って帰られるかどうか心配な方におすすめです、うん、この調味料をサラダやパンに塗って食べておけば道に迷わないというかもう迷えないのです、はい、小さなお子様にも絶対に迷子にならないという保証付き、うん、その調味料の名前は What's your name?マヨエーズ。初めて通る道、初めて行く場所とか、ちゃんと迷わず帰ってこれるかのためには、カーナビが、そうですね。あるんですよね。今便利なものがありますから、ね。これ食べなくても、カーナビが今もあるから。はい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 。うん、確かに、そうですね。そうね。まあでも、ドラえもんの道具みたいでちょっと夢がありますよね、マヨエーズ。でも家出る前とかに必ず、サラダとかパンに塗って食べとかなきゃいけないわけでしょマヨネーズみたいな味がするんでしょうね、うんうん、きっと、うんうん、もうバッタバタの時にちょっとマヨネーズを食べていかんやってなるわけでしょそうですねちょっとドキドキするじゃんなんか飲めなかった食べられなかったどうしようってなりますよねなるうわもうとかってでコンビニで買ったりとかしなきゃもう家にあるんじゃけどねマヨネーズ一本みたいなどんどん増えていくみたいな、ねね、じゃあこれ最後しましょうか、はい、ラジオネームどっちにしようかなミスった全世界で引用される炭酸ドリンク会社がこの度媚薬入りのドリンクを販売しました、このドリンクを飲んだ女性は全身で感じるエクスタシーを声を張り上げて感じまくります、はい、ジャパネット高田馬場さんもお気に入りのこのドリンクの名前は What's your name? こらこらあ、コーラのような。クラクラ。これ何回も言いますけど、このネタ俺のネタですから、ね。いやそうですね。横山さん発祥。そうです、気持ちいいと怒る女の子。クラクラクラっていう気持ちいいと怒る女の子、もう午前様様みんなのものになっております。著作権フリーみたいになっちゃってるね、フリーになっちゃってますがさあということで、来週もセンス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えて送ってください。締め切りは来週の番組スタートまでです。皆さんからのネタお待ちしています。ではここで一曲です。今週は午前様会議のテーマ過ぎ去りしマイブームにちなんで一大ブームを巻き起こした曲をお送りしています。今日は1994年日本人のヒップホップの CD として初のミリオンセラーを達成した一曲です。懐かしい。イーストエンドプラスユリでだよね。懐かしいね。だよね。これさ、だよねが流行ってでご当地だよねみたいなのが全国でバーッとできんの。はい、で広島ほじゃねっていうのがあって、で作詞一文字さんなのね。おお。で、はい、俺それすごい悔しくってさ。あ、そうなんですね。でこれは1994年なんだけど、はい、でうわ一文字がやったと思って、あの時もう一文字だって口も聞かないぐらいだったから、うんうん、で次の年俺広島の空を作ったの。はいはいはい。でバージンメガストア広島で年間売り上げ第2位。おお。1位がドリカムラブラブラブで、2位が広島の空、はい、3位がハマちゃんの H ジャングルウィズティ、はい、ウォーマートナイトだったので、だからあそういえばこれを苦々しい気持ちで聴いてたわっていうのを聞いてたわっていう思い出が思い出した。はい、そういう曲なんですね。でももう今仲良くなったもんねっつってだよねだよねって思っちゃった。ではエンディングです、はい、今日は会議のテーマ過ぎ去りしマイブームから私淵上が問題を出しました、うん、問題が
アロマディフューザーを少し前に買ったんですが、はい。はい、香りのする機械ですね、うんうんうん、アロマで。少ししてから使わなくなりました。はい。なぜだったでしょうかというのが問題で、うん、正解が、アロマディフューザーを使うと空気清浄機が作動して、うるさくなるから。やめちゃった。信じらんないよね。いい香りをさせたいとは思ってるけど、空気清浄機を回して、空気を入れ替えてるっていう。綺麗にしたい。何がしたいんだみたいな。マッチポンプみたいになってるんだよね。そうですね。ということで、プレゼント当選者の発表です、はい、では午前様様手ぬぐいをラジオネーム吉浦のスポーツ大好きさんにプレゼントします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。そして日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香ルーミークリーン&リラックスをラジオネーム高木さんにプレゼントします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。午前様手ぬぐいはい。がね、今日から、新しくプレゼント変わりましたよと、はい、そうですね、いうことで、グリーンとピンクと、ピンクと、っていうことなので、またゲットすべく皆さんいろんなメッセージをお寄せいただければと思いますけど、お願いします。今日はあの番組の中でお伝えしましたけども、はい、オンライン春フェスを週末にやらせていただいて、で定員300人だったけどもうあっという間に完売して、はい、で、まあ、上限ギリギリの500人そうです、ね、来ていただいて、で途中音声のトラブルみたいなことが若干あったりとかしたけど、あの一応皆さん楽しんでいただいて、でラジオカー大活躍だったりとか、はい、バチョフそうですとかメビウスの歌も良かったし、あとサプライズで潜水登場みたいなのもあったりとかして、ね、はい、で皆さん楽しんでいただいて、であのチケットを買ってくださった方というか参加してくださった方は、アーカイブ、はい、4月まで1ヶ月以上見放題みたいな状況なんですけども、はい、見そびれたという方も今日のお昼12時から、はい、1500円ではありますけども、アーカイブ見放題4月までっていうのがありますんで、ぜひぜひ気になる方がいらっしゃったら午前様様のホームページに行ってチェックしていただければと思います。お願いします。こんばんは。あ、太田さんにもね一応見てもらったのよ。おー、なるほど。爆笑問題カーボーイありがとうございました。